そうだね、旅だよ。いや、さっきまで大阪に行く夜行バスとか、北海道札幌に行く飛行機とか検索してて、で、もう今すぐ行こうかなと思って とかね、もうずっとネットで検索して、カメラ買おうとか思ったりとか、川崎に行って、映像を撮ろうとか、わけわかんないこと考えてたけどね。川崎にあるんだって、その工場地帯の夜景が綺麗なところが。行けばいいんだけどね。おはようカタラ。今一番行きたいところ。一番行きたいところ。カメラ買って、とりあえず。ミールおはよう。ジャックさんおはよう。風船ありがとう。母さんのバーの件は延期になった。いや、俺が返事してないね。9月にっていうふうに返事もらったんだけど、ドルさんのこととかあったから、俺が返事してない。あ、ありがとうございます。ミリチンさん。まるまるよくわかんないね。ごめんね。今あんまりそういう話したくないかな。旅をすることで、そうなんだけどね。そうなんだよ。香川さんにまだ返事してないんだよね。なんかそのコラボをするのが、もう、気づいてたんだけど、多分ね、俺がね、もう、今、なんだろうな。多分ね、誰と会ってもまずいっていうのを気づいてんのよ。今。誰と会ってもまずいんだよ。どれとか公文竜とかどうのこうのっつってるけどね、あんま関係ないんだよね。あんま関係ない。多分ね、自分の問題なんだよね。いや、ミュールとか解放とか全部。あんまり誰かと関わりたくない、今は。そうそう、コラボをしてもメリットないからしたくない。まあ多分誰に会ってもあんまりいいような結果が得られない。おはよう、入る。参ったねー。
そうっすかね。はやおまなちゃん。丸さんごめんなさい、今日帰ってもらってもいいですか。うん、申し訳ないんだけど、申し訳ないんだけど帰ってもらってもいいか。また今度にしてくんね。めんどくせえわ。いいよ。おはよう、アムさん。風船ありがとう。飽きない？ありがとう。美容院行くの？いいじゃん、まなちゃん。いいね、お出かけ？うん。いいね。はい、わざつ。特命さん。ペンギンありがとう。ありがとう、ミリスイ。あー、参ったな。お出かけ。おはよう、ジャスミン。よまずは可愛いよ。本当にそう思う、本当にそう思うわ。うん、おっしゃる通りだと思う。スロット行ってるんだよ俺3日連続でスロット行ってんのよ。多分そうなんだよね。そう、どうしたらいいんだろうな本当に。うーんね、ちょっとね、
そう。10時開店じゃないかな、多分パチンコは10時かな。うん、なんかないかね、楽しいことね。なんかいいことあった、みんな。いいこと、なんか最近面白いことあった。3日間行っちゃってんだよね。そうなんだよね。で、運よく勝ってるからいいんだけど。おはようねく。いいことないね。いいことないか。まあ、いったね。そうか。いいことないか。うん。いいことないんだ。あ、そうか。今日仕事休み？いいね。おお、すごい。競馬で5万。へえ、すげえ。うん。いいこと何もない。そう。まずいね。シンクロしちゃってるね、これね。俺のせいだな。美容院行ってくる？行ってらっしゃい。楽しみだね。行ってらっしゃい。さてと、どうしようか。あ、そう、体調崩して。あのね、俺ね、こういう時ほんと辛いんだよ。あの、ちょっと聞いて。あのね、ほんとに俺こういう時辛くて、あのね、ほんとにね、配信ばっかりやってきたから、配信以外ないんだよ。枠切った方がいいの、俺分かってんだよ。今日。今すぐ枠切った方がいいの、分かってんだよ、自分で。何、あのね、やばいね。やることがねえんだわ。こういう時。あの、配信休みたいし、3日ぐらい。でもね、3日開けるのも怖いし、もうマジでね、やばい、今。本当に。本当に良くない。本当に良くない。なんで？何がなんでなの？何が？配信を、あのね、要はね、もうね、何がなんで？おはよう、レンちゃん。何がなんでなの？シンさん。うん、すーげえ空回り。すーごい歯車が。お前、さっき言ったよね。もう勘弁してくれって。さよなら。うん、もうイライラする、こういうコメント見ると。うん、何がなんだろう、シンさん。うん。為替取引とかは、どうなんだろうな。FX とかでしょ？やったことないですね。マイマイおはよう。
オフ作った方がいいのかな？どうなんだろう？どうなんだろうね。距離置くの怖いね、やっぱり。その閲覧下がるとかさ、アイテム飛ばなくなるんじゃないのかとかさ、いろいろ怖いね、正直。配信が嫌いだからってことじゃないのよ。配信してほしいって意味。いや、定休日とかじゃないんだよね。なんで俺こうなったんだろう。女と同じで離れてる時も愛を育ててるから配信をお休みしても大丈夫。オフね。どうなんだろう。ブロックされちゃったんだよ、女ちゃんマンに。もういいや。放送見ることもないと思う。マキロワド2。配信しすぎて飽きたっていうわけじゃなくて、そういうのとも違うんだよね。逆にね、逆に少し休んでね。一回三日休んでみようかな、マジで。強制的に。強制的に休んでみる。テストで。25だから26、27、28。おはようさや。なんだろうな、これ。ちゃんまにブロックされたよ。筋肉はすべて、筋肉はすべてを解決すると言います。俺もね、運動不足なのも多分原因だと思うの、正直。絶対あるんだよね、それ。のんちゃんとゆっくりね、3日。3日。インプットっつうかね、3日後にワード、お前誰だって言われたら面白いけどね。誰だお前、誰だお前っつって。新人かとか言って。リスワン取りたいのかって。違うの。倦怠期じゃないの。そこを誤解しないでほしいの。じゃあ、俺は配信好きなの。だから今枠を開いてんの。ごめんね。すごい極端に俺今、説明するの下手なんだけど、配信が嫌いでもリスナーが嫌いでもないの。もうね、全部ネガティブに捉えてるのがわかるんだよ。自分で。うまくいってないっつうか、空回ってるっていうか、でもね、正直言うとね、多分ね、空回ってすらいないの。違うな。なんて言えばいいんだろう。普通なんだよ。普通なの。普通なんだけど、全部ネガティブに捉えてる自分がいるんだよ。なんでかわかんないけど。いや、違うんだよ。不安と焦りじゃないの。なんだろう、これ。なんだろうこれ。俺はね、ドレさんとのオフ会で全部ダメになった気がすんの。俺、あの日。あの時からずっとおかしいんだよ。あの日、あの時から。本当に。じゃあ、心の問題なの。あの日、あの時からずっとおかしいんだよ、俺は。あの場所で。何なんだろう。すごいボタンをかけ違えた感がすごいんだよね。おはよう、メンヘラ君。おはよう、ダンボール。あの日、
ハグボタンをかけ違えたのは分かってんの、自分で、本当に。ただそこに原因があるのか何なのか分かんないんだよ、自分で。答えが出ない。どれもこれも不安になってるんじゃないんだよね。どれもこれもじゃないんだよね。すごい鬱になって、すごい層になって。で、別に、寝れないから辛いじゃないんだよ。体はね、寂しいのかな？わかんない？寂しいのかもしれない。なんつうんだろう。そわそわ、そわそわするんだよ、今。寝れないんだよ、今日。何やっても。寝れないんだよね。すごい疲れてんの。12時間喋ってたから疲れてんのよ。孤独も違う。孤独はない。何なんだろう。なんだかわからないんだよね。でも、あまり良くない兆候なのはすごくわかるの、自分で。過去の経験談、経験上。すごくよろしくないよ。俺、この4日間でブロック何人入れたか教えてあげるよ。100人入れてんの。この3日間で100人ブロックしてんだよ。もう明らかに自分でおかしいってわかってんの。やばいでしょ？ 100 人だよ。俺、この3日間、4日間で100人ブロックしてんだよ。すごいでしょ？すごいでしょ？それはクレーム来るでしょ？ブロック解除してよって。表立ってるだけであれだけど、相当メール来てるからね。なんで私ブロックされたんですかって。俺が聞きたいよ。なんでブロックしたか覚えてないんだもん。あなたのことなんでブロックしたか俺覚えてないんだもん。なんでブロックしたんですかって言われても説明できないよ。覚えてないんだもん。なんでブロックしたか。やばいよね。辛い。どうしようね、これ。リズム完全に狂ったね。リズムが狂ったっつうかね、なんかいろいろ壊れたんだよね。いろいろ壊れたっつうかね、病気に戻ったとも言ってもいいんだよ。欲張りすぎ？何が？何が欲張りすぎなの？俺何も欲張ってないよ。楽しくないんだよ。楽しくないんだよ。私はスピードある。スピードある。スピードある。流体に乗ってされるがままで物事考えてるけど考えてないよ。考えてないよ。虚無感とも違うんだよ。そうだね。俺は好きだったよ。なんだろう、これ。なんかね、俺、ニコ生リスナーから見てる人手挙げて。ニコ生からワドのこと知ってるよって。これね、何が良くないか俺、わかるって言ってくれると思うんだけど、ニコ生からのリスナーさんどれくらいいる？この中に。どれくらいいますか？ちょっと手挙げて。1、2、3。4、5、6。これくらいいるでしょ？俺ね、これね、自爆する流れなんだよ。コミュ爆破する流れなんだよ、自分で。わかるでしょ？わ かるでしょ？この状態の俺って、コミュ爆破するいつもの流れが来て、わかるっしょ？すごい。久しぶりに見るでしょ？俺、自爆するタイプの流れなの。よくわかってんの。もうね、自分で破壊衝動起きてんの。わかるでしょ？破壊が、そうそうそう。破壊願望が起こってんの、もう。一回全部ぶっ壊したくなるの。もうね、だからもう、こう震えてるんだよ、俺は。今。そう、なんつうんだろう。もうね、爆発したくてしょうがない自分がいるんだよ。わかるっしょ？鬱になってダーンって落ち込んで、躁状態になった時に、アンチコメントが来て、わーってなって、そのまま爆発するっていう、このいつもの流れ。コミュ爆破はノンタンの仕事だよじゃないよ。ノンタン一回やっててクソ怒られてるけど、もう自爆の神様だから。そう。じゃあ今別にフワッチのアカウント消したいとかそういうわけじゃないよ。兆候的にっていう。コインスライムここにいるよ。
なんだろうこれ。なんでこの破壊衝動があるんだろう。いや、鬱じゃないよ、今。そうだよ。鬱ではない。どうしようね、これ。どうしようね。何なんだろう、これ。想像と破壊は摂理だよ、とか言って。なんだろう。いや、新しいサイトに行きたいとかじゃないの。なんかね、そうね、ロジックじゃない。ぶつかってみたら、いや、いいよ。うん、いいよ。なんなんだろう、これ。なんだろうね、この不正解感。なんだろう、この正解じゃない感じ。うん、いや、出てこないけど。うん、いや、全員解除してるよ、もう。うん、いや、バエさんの理屈とかいらない。シム、アカウント切り替えて戻してごらん。シム。確認してごらん、シム。戻ってるから、お前の前のアカウント。前のアカウントできな。ログアウトして。うん。シム、ログアウトして、前のアカウントで戻ってこい、今。いや、多分ね、答え分かってんだよ。俺に今必要なのはドレさんとぶん殴り合うことだと思うんだよね。俺はね、もうそれしかないと思ってんだよね。マジで挑もうかな。いや、勝つとか負けるとかじゃなくて。うん、シムやってごらん、戻っておいで。すごいだろ俺。名前とサムネを全く変えても誰だか分かってるってすごくない？リスナーとして愛情を感じない？すごいだろ、すごくない？サムネと名前を完全に変えても誰が誰だかずっと把握してるんだよ。エスパーでしょ。分かった、やってみるって。こいつがボンなのはずっと気づいてたからね。胸の、自分の胸に穴を開けた人に会いに行く。私もそう思うよ。もう、もやもやはドレさんが原因だと思うんだ。うん。うん。フラストレーションが溜まってるんだろうね、多分ね、俺の中で。すごく。そう。でもいいよ。でもいいよ。俺から言ったら違うから。うん、いい。あのね、パコってもダメなんだよ、こういう時。要はね、オナニー7回する日なんだよ。この状態の俺は、オナニーが止まらなくなるだけなの。配信と一緒なの。はい、お帰り。うん、な、言った通りだろ。すげえだろ。ボンなの言いやすせだろ。すごくない？エスパーでしょ。ボンも気づいてなかったはずだよ。シムっていうのがボンだっていうの。な。バレてないと思っただろ。ボン。シムって名前でバレてないと思ったでしょ。これがリスナー愛だよ。うん、これがリスナー愛。すごいでしょ。前に言ったじゃん。名前変えてもサムネ変えても分かるリスナーは分かるって。なんで分かるの？ボンとずっと会話してたからでしょ。家族が顔を変えて戸籍変えても分かるだろ。兄弟とか子供とか親とかばあちゃんとか。映画みたいだろ。
うん、あ、いて、どうすっかな、マジで。新しいことをしよう。新しいことをしよう。あ、関係ない。スカウトは。関係ない。一切関係ない。タトゥー掘るか、今から。タトゥー掘るか。タトゥーショップに行って。タトゥーショップに行く？タトゥーショップ、うん、タトゥーショップに行くか。この辺にうんこ掘るか。この辺にうんこでっかく、どう？うんこタトゥー、うんこ掘ろう。何しようか。うんこやめる？うんこ使いうんこ使いですよ、うん、テルにワドって掘ってもらう。ひらかなで。どうなんだろうな。ああ、どうしよう、うん。おでこに闇って掘るの。それなんか牛丼混ぜ男リスペクトだと勘違いされそうだ。牛丼混ぜ男をリスペクトしてるんって勘違いされたらもう生きていけないよ俺、うん。ああ。どうするかな。何が足りないんだろう俺の今。何がしたいんだろう。闇将軍はだから闇将軍のツイッター見よう。闇将軍をネット上で創作する枠やろうか。それ面白い。あの人は今、闇将軍、闇将軍のツイッター久々開こう。闇将軍のツイッターは4月で更新が止まってる。あ、いいね。出だしね。私は祖父を模範にしっていう、この、オープニングトークがいいね。この、毎度おなじみ。私は祖父を模範にし。まず祖父から入る。祖父の築いた町への功績、牙城を立て直すべく、これを機に何年間して立ち上がるつもりでいます。
かつて経済界の栄光と同じく、我々のような地域社会を創生し、多大な貢献をした先人のために 家庭生活、地域社会ともども、みんなが幸せになる社会の構築へ向け、邁進していけるよう固く誓います。皆様も幸せであることを願います。長年応援してくださった方々に、深く感謝申し上げます。私は自分の生活とパートナーのために、今後は、粉骨砕身、身を削りながら苦労を共にし、共に汗をかき、いずれ我々の本流の地域社会を取り戻すために、政治の現場から声を発信できる努力もするつもりです。本当にありがとう。なんだこれ。うぜえな、こいつ。ごいね。姉さん美人っぽい。え、お姉さんいんの？あ、ほんとだ。え、お姉さんなんか美人っぽいオーラ出てるね。え、闇将軍のお姉さん美人なの？もしかして。お姉さんいたんだ。あ、お姉さんじゃなくない？これ恋人じゃない？あ、これ彼女だ。え、彼女なんか美人っぽくない？闇将軍に電話してみようか。嫁さん？え、結婚したの？え、結婚したの？なんでさ、生主ってさ、恋人ができると引退する法則なんなの？これ。柏木といい、闇将軍といい。あのさ、もう、出会い系サイトじゃん。配信サイトが。ねえ、なんなの？この、人生のパートナーが見つかったら引退をしなければいけないっていう、このさ、みそぎみたいな文化なんなの？これ。女も男も。何なの？誰か答えちょうだい。最愛の人が見つかったら引退しないといけないっていうのは誰から始まった文化なの？どこスタートなの？これ。勝ち逃げ感。俺は君たちとは違う感。やめてほしいな、本当に。嫁が寂しがる。寂しがる。なんかこの朝比奈エミリーって子かわいいよね。ふわっちの配信者の。なんかすごい愛嬌あるよね。変な人いて困る。変な人しかいないから。インターネット上で俺まともな人と出会った試しがないんだけど。なかなかリア突してるぞ。なんて言ったって109人出会ってきたからね。まともな人に出会ったことない。金梅さんはやめないか。
三流配信者だと仕事をしないと一緒に生活できない。ああ、まあ金梅さんは辞めないだろうな、確かにな。配信しかない人間でなんか、ああ、名言だな。ああ、誰が配信しかない人間だ。おい、ルディ。誰に向かってお前配信しかない人間とか言ってんだよ。くそ。いや、ないっすよ。配信しか僕には。配信しかないですよ。だってさ、俺が今配信やめたら何が残る？本当に。マジで何も残らないと。配信はやめらんねえなー。ああ、名言だね。あ、名言だわ。響くも。格言だね。格言。そうなんだよな。配信しかねえんだよな。悲しいことに。配信しかないんだよな。すげえな。よっさんの、よっさん、正解だわ。配信しかない人間ではなくなるから引退すると。ああ。深いね。うん。朝比奈さんは和道のこと褒めてたよ。世界の和道って言葉にあの人はなんか違うって。うん。いや、配信しかないんだよ、本当に。悲しいことに。悲しいことに。なんかある？みんなは。あるんだ、あるんだろうね。多分。なんか、家族とかさ、恋人とか旦那とか嫁とかさ、仕事とかさ、なんかあるんだろうね。何にもねえんだよね。配信。あの世に何持ってくって言ったら配信って言うだろうね。パソコンと電波だよね。ウェブカメラと。いっちゃんおはよう。世界の和道ってあれ、世界の平行とかと一緒だからね。あの、黒沢明とか、そういう、小野洋子とかの世界のじゃないから、ね。俺の言う、あの、世界の和道っていうのは、世界の平行と同じノリだから。格闘技始めたから和道さん減らってなかったから、一気に来たんですかね。あ、ね、もっと厳密に言うとね、俺ね、ふわっちに来たから減らってないんだよね。うん。あの、気づいてないかもしんないけど。ふわっちに来てヘラリ配信を実はやってないんだよ。あの、のんちゃんがいくら減らったとしても、あの、俺は減らなかったんだよね。不思議なことに。なんか、どうなんだろうな。そう。何かが起きてるよ。おはようサーター。減らってないのが異常だったんだね。いや、そうでしょ。毎日泣いて笑ってを繰り返してんだ。前泣いて笑ってチンコ出して、喧嘩突して減らって、めちゃめちゃだよ本当に。めちゃくちゃな人生歩んでたからな。
今が正常なのかな、どうなんだろう。理想？何が理想なの？あ、気持ちいいこれ。これいいね。なんもかんもめんどくせえっていやーこれよくない、なんか俺響くんだけど、俺すげえ共感できるんだけど、このいっちゃんのなんもかんもめんどくせえっていうこれ名言だよね。なんもかんもめんどくせえって、わかるよいっちゃん。破壊衝動が起こるよね。それはヘルパーさんにやかりたくなるよね。うん、すげえわかるよ、いっちゃん。何もかんもめんどくさいよね。すげえわかるよ、いっちゃん。いや、贅沢病なのわかるよ。うん、贅沢だよ。わかるよ。カズ。なんか辛いとも違うしね。気持ちいいこれ。これここの眉間の骨のところに、これめっちゃ気持ちいいわ。これ。このわかる？この目の上のところにある骨のくぼみんところに、このメガネの、このメガネのね、この、なんで、柄の部分っていうのかな、柄の部分をこう、クイーッと食い込ませる、この。わかる？みんな。めっちゃ気持ちいい。あ、めっちゃ気持ちいいわ。本読みたい。本読みたい。ほんとだ。サボちゃんもやってんの今。本、映画も見たい。映画見たい。うん、足が悪くなると、全体がおかしくなる方がいい。え？なる。わがいい。あー、いっちゃん足悪いんだっけ？結構効くね。あー、みやびくんおはよう。衝突？衝突したい。仕事にならない。いいよ。突かけてきなよ。待ってるよ。映画見たい。あー、よし、決めた。よし。破壊衝動。俺は今決めた。この破壊衝動を創作活動に切り替える。よし、そうしよう。破壊じゃ終わらせねえから。破壊するだけじゃ終わらせねえ。よし、この破壊を創作に変えてやる。めんどくせえ。まあいいね。生きるのめんどくさくなっちゃったか、ついに。わかるよ、いっちゃん。生きるのもめんどくせえ、うん。だって俺、今からお金持ちさんの電話知らないもん。かけてきてよ。うん、
生きるのもってすげえな。すべてがめんどくさい。コメント誤爆？あ、俺じゃない人に電話かけたかったの。なんだろう、このそわそわする感じは。何があったんだろう。あ、10時だ。パチンコ行こうかな。パチンコ行ってもいいっすか。もう廃人でしょ、完全に。もう完全に廃人だよね。パチンコ行ってきていいっすか。パチンコに。世の中で一番尊い活動と言われてる。ああ、寝よ、寝る。もういい。パチンコなんか打たない。パチンコなんて大嫌い。もう一生絶対行かない。パチンコ行ったらチンコ切るわ。次パチンコ行ったら俺チンコ切る。チンコかパチンコかの二択にするわ。いや、眠くない。眠くない。あ、どうしよう。マジで寝れないだろう。俺ね、気づいた。俺多分ね、このままずっと起きてることになると思う。俺は。もう、わかる。で、多分ね、3週間ぐらい起きて俺そのまま死ぬんだよ。そう状態のまま。寝れなくて。いいの？いいの？みんな。俺死ぬんだよ。このまま。寝れなくて。脳が疲れちゃって、ずーっと3週間枠を開いて、いいの？排便もめんどくせえ、つって。いいの？みんな俺が死んで。大変なことになるよ。ねえ。ねえ。俺このまま寝れなくて、どうする？困るでしょ？あ、そう。ちょっと見たい。あー、リスナーだねー。リスナーだねー。あ、そう。生っ粋のリスナーだねー。くぅ。たまんねーな、おい。あ、そう。見たい。俺が俺、俺が寝れない、3週間寝れない生活見たい。サボちゃん。あ、そう。どうしようね。もう、ヤフーニューストップだよ。配信者が死んだ、つって。始末高光32、自称配信業が、
自称、新宿区在住、自称、配信業などと申している男が、今朝未明、いいの？ねえ。いいの？いや、導入剤飲めようだよね、完全に。困ったなぁ。困ったちゃんだよ、ほんとにもう。ああ、誰か抱きしめてくんね、俺のこと。画面越し証拠見とってくれんの？ねえねえ、誰か、ちょっと、俺のこと抱きしめてくれない？俺のこと。できれば、あの、可愛い子がいいんだけど。自信ある子いる？この中に。俺のこと、ちょっと、寝かしつけるバックやろ。俺が、布団の中に潜るから、リスナーがこう、肩を、お腹をポン、ポン、ポンって。子守歌歌って。子守歌。ほんとに。子守歌とつまち。突っ込んでら。突っ込んでら、もうほんと。ひな壇芸人の癖しやがって、この野郎は。なんだお前。ちょっと旅企画で閲覧が伸びて、ちょっとお前、いい笑顔になってきているワン太郎さんじゃないですか。ちょっとひな壇芸人からピン芸人にシフトジェンジェが成功しそうなワン太郎さんじゃないですか。どうもおはようございます。誰よりもふわっちを早く始めたのに、なかなか芽が出なかったけど、全然心折れなくて、いつも前向きで素敵な笑顔を届けているワン太郎先生、おはようございます。ソフレだね、完全に。いや、マジなぁ。やばい、これは。これはマジでまずい。もうすごい汗臭いの俺今。風呂も入ってないで、昨日から風呂入ってないで13時間配信やってからもうすげえ臭いの俺今。風呂入りたい。風呂配信はふわっち一発版、お風呂は版。いいね、総動詞全裸で歌舞伎町走ろうよ。いや、今からお金持ちさんちょっと、凸待ってるんだけど、かけてこないの。全裸で歌舞伎町を歩いて、走ったらね、気持ちいいだろうね。わーって言いながらね。全裸で走り抜けたいよね。ああ。あ、パチンコ行こうか。パチンコ行ってもいいっすか？パチンコ行ってもいい？パチンコ。ダメ？ダメ？
ダメか。やばいな、本当に。どうしよう。どうしようかな。うんこ、やっぱうんこのタトゥー掘りに行こうかな、俺。うんこ使いになろうかな。だからパチンコ屋行って今日チンコ切る枠ですよ。チンコ切る枠を夜開く。のんちゃんに切ってもらうか。チョキーンつって、なんで全然いいよ、全然いいよ。同じ気違いじゃないか。同じ気違いじゃないか。チンコ切るわけですよ。団チン、団チン式。そりゃそうですよ。無心で掃除と物捨てたらすっきりしますよ。そりゃそうですよ。半裸？どうしよっか。興味湧いてきた。国家斉唱から入るからね。団地式はね。君がよ。国旗に向かってね、君が代を歌わないとね、外配信？外配信ね、ジャニーさんおはよう。たこ焼き食いたいな。たこ焼き、そうそう、パチンコ行って勝った金でうんこ掘ってチンコ切るって。そのチンコをリスナーさんにプレゼント枠ですよ。無心でそうですね。そうだね。ああ、もうダメだ。もうダメだ俺は。もうダメだ。もうダメだ。
酒を飲むか。どうだ。全力でアルコールに逃げる。酒を飲むか、今から。酒を。酒を買ってきて、飲むか。酒に逃げるか。酒に ねえ誰か本当にさ、楽しいこと教えてくんない？なんか楽しいこと、なんかもう楽しいこと教えて。本当にもう泥酔配信、うわーっつって、バカ野郎、うわー全然納得いかねえなっつって。以前の和道はもういない。もう死んだ死んだ。先週死んだ。先週死んだ。千釣りダメなんだよ、もう。止まらなくなる。本当に。本当に止まらなくなるから。俺は惰性で女にしたくないから。何があったんだよね、多分ね。チャンピンは泥酔配信して起きたら三脚におしっこしたみたい。しかもホテルでやったんでしょ、それ多分。すげえな。あいつもなかなか酒癖悪いからな。あ、実家だったんだ。よかったね。インバイさんも酒癖悪いね。それをね、そのカメラ回ってないところでやるっていうところが、てるちゃんびんのすげえかっこいいところだよ。フィットネスルーム。いや、ティップネスがタダで使えるから、あるんだけど、もう怖い。俺は。家の外から一歩でも出るのが怖い。人が怖い。もう怖くて怖くて仕方がない。この守られた空間の中で眠りにつきたいの、俺は。傷つきたくない。人が怖い。はあ、怖い。おばあちゃんの具合が悪いらしく、今実家に帰ってる。ああ、そうなんだ。スメルズ・ライク・ア・ティーン・スピリットのリフを何分弾けるかっていう枠やってもいい？スメルズ・ライク・ア・ティーン・スピリットを、何分やれるのかの枠やります。はい、やろう。今だから、そうしよう。暇だなぁ。暇だなぁ。あれ、音出ない。あれ、また壊れてる。はい、音が出ないのでやめまーす。何
んだろうな。なんでこれ、接触不良なのかな。なんでこれ、音出るときと出ないときがあるんだろう。ダメだな。ダメだわ。調子悪い。悲しい音しか出ない。あ、もうね、もうね、狂ったようにドラゴンクエストとかなんかもうずーっとゲームやりたい。パズドラとかも狂ったように。もうくだらないゲームをずーっといじって2チャンネルを見たい、俺。2チャンネラーになりたい。2チャンネラーに。あ、マジで3日休もうかな、本当に。ちょっと休んでもいい？マジで。マジな話。寂しい音だったね。マジで休んでいいの？ 3 日。3日休んでいいの？いいの？ 3 日。ゲームをずーっとやってたい。もう休むよ。本当に。いいの？ね。休むんだよ。俺が。3日も。ねえ。もう本当にやらないよ。俺がやらないっつったら。いいの？いいの？ねえ。いいの？絶対やらないよ、俺。絶対やらないよ。どんなにお願いされてもやらないんだよ。ねえ。何が起きてもやらないんだよ。いいの？ねえ。4年も放送やってるから、こんな事態は初めてなんだよ。和道ロスだよ。和道ロス 3days だよ。いいの？和道ロス 3days。大変なことになるよ。本当に。ねえ。俺が3日もいないっていうことを。ねえ。ねえ。本当にいいの？いや、いいよじゃなくて。いいよじゃなくて。ねえ。本当にいいのって言ってんの？3日もやらないんだよ。3日俺に会えないんだよ。ねえ。それがどういうことかわかってる？まあ、シンがそこまで言うならじゃあやめとくわ。シンがそこまで言うなら俺やめるわ。しょうがねえな、ほんとに。いや、もうしょうがないな、ほんと。いいの？亀仙人。俺3日もやらなくなんだよ。え、大丈夫なの？生きてけんの？みんな。俺がいなくて。ねえ。ねえ。いいの？ねえ。構わない。ツイッターも上げないよ。ツイッターも、もうルーターの回線抜くんだもあ、マジで、本当に。まあそうだよね。俺もそう思う。なに、俺、カリバさんにポジション奪われてんの？ 俺 え？あ、カリスマさんか。カリスマさんに俺ポジション奪われんの？3日後。
3日後、俺のリスナー、どこいんだろうっつって、カリスマさんの枠覗いたらみんなコメント打ってんの。すげえ嫌なんだけど、なんかリアルになんかありそうで怖い。カリスマさんが怖い、俺は。ニコニコ生放送で、大手だったカリスマさんが、本気で着々とふわっちリスナーを虜にしてるのがすごく怖い。俺は今カリスマさんを恐れてる。西成を徘徊してるカリスマさんをとても恐れている、俺は。ニコ生で実力があるというのを、山谷で反撃しないから。俺はカリスマさんを恐れている。わかるでしょ。虎視眈々と、手だれた感じで、着々とリスナーの心を掴んでいくカリスマさんが俺は怖い。客層もおそらく被るであろう。客層もおそらくなかなか被っているだろう。カリスマさんをとても恐れている。気分の波が激しくなるときって辛いですよね。でも必ず戻りますよ。ありがとうございます。どうしよう、本当に。おはよう、ドデツイン。今何時？いや、のんたんにじゃあ温泉行くか。のんたん誘おうじゃ。のんたん誘おう。はい。はい。あ、いくらですか？あ、2562円。はい。ありがとうございます。いやー、ガス代2万だったわ。ガス代2万7800円だと。起きねえな。
なんで起きないんだろう。起きないな。あれ、のんちゃんいつ頃までコメント。あ、起きた。もしもし。おはよう。おはよう。のんちゃんやばい、大変なことが起きた。どうしたの？のんちゃんが、うん、思ってる3倍ぐらい大変なことが起きた。なんだと思う？わかんない。のんちゃんが今考えてる3倍ぐらい大変なことが起きた。なんだと思う？わかんないよ。いや、わかるから。のんちゃんならわかるって俺信じてるから。なんだと思う？大変なこと？大変なこと起きてるから今。のんちゃんが思ってる3倍ぐらい大変なことが起きてる。なんか倒れちゃったの？違う。のんちゃん知らないかもしれないけど、今俺のおでこにうんこのタトゥー彫ってあるから。トイレが壊れちゃったの？違う違う違う、のんちゃん。俺のおでこに、うんこのタトゥー入ってるから。トイレが壊れたんじゃなくて、うん。うん。俺のおでこに今、うんこが、うんこのタトゥー、うんこのタトゥーが入ってるから。どうする？のんちゃんが世界で一番好きな男のおでこに今うんこが描かれてるよ。のんちゃんが好きだった和道は死んだんだよ。のんちゃんが愛してた和道はもういないんだ。俺のおでこには今うんこが描かれてるから。パコったの？誰かと。どういうこと？パコってないよ、誰。うん、何の話してんの？え？なんでうんこなの？いや、なんでうんこなのじゃなくて、なんで誰かと、全然文脈がつながらなくてよくわかんないんだけど、どうしたの？え？誰がパコったの？うん？和道さんが誰かとパコったの。なんで俺が誰かとパコるとおでこにうんこのタトゥーが入る？どういうこと？わかんない。わかんないけど、誰かとパコったんじゃないかっていうことになってるの、今。のんちゃんの中では。うん。のんちゃん、違う、その後あれだよ、俺。ちんちん、のんちゃんに切ってもらう枠やるかもしれないんだよ。今日の夜。うん？のんちゃんが俺のチンチンを切ってリスナーさんにプレゼント枠をするっていう流れになってるんだけど。パコったから。すげえな、お前の被害妄想は。誰でもパコってないから。
なんで今の文脈で誰かとパコったことになるのか俺には全然理解できない。なんで やべえな、こいつ。なんパコった、パコっただね。あとガス代が大変なことになってるから、のんちゃん。2562円だから、これのんちゃん。どうすんの、これ。のんちゃん。もう2562円もガス代の請求が来たんだけど、どうすればいいの、これ、のんちゃん。のんちゃんも払う義務あるでしょ、これ。2562円ってこれ割る2ってやったら、まあ、少なく見積もってものんちゃんが2000円払うことになってるけど、大丈夫。俺が562円払うから。いや、だってのんちゃんがガス、のんちゃんガス代払うでしょ、半分。のんちゃんもお風呂入ってんだから。でしょ？で、のんちゃんの方がお風呂、やっぱ女の人だから、お風呂入るの長いから、やっぱり2000円ぐらいの負担になるけど大丈夫。あと電気代と、光熱費と携帯代と払ったら3、トータル3万ぐらいいくから。OK。なんちゃんそんなにないよ。そんなにない？いくらなら払えんの、のんちゃん。じゃあ1万円。1万円払う。のんちゃん、何時に寝たの？7時ぐらい。朝の7時？何やってたの？ドラマ見てた。何のドラマ見てたの、のんちゃんは。韓国のドラマ。また韓国のドラマ見てたの？今何見てんの？わかった。俺当てる。冬のソナタでしょ。違うよ。違うの？わかった。じゃあ、当てるよ。チャングムの違い、近いでしょ。違うよ。何見てんの？イサンっていうやつ。知らん知らん知らん。本当に。いや、のんちゃん、俺、うつだから、そううつ病だから、俺、そううつ病だから、もう、のんちゃん。今、大変なことになってるから。わかる？やばいよ、これ、俺。前代未聞だよ、これ。ねえ。どうする？電気止まっちゃったの？電気は止まってない。金なら腐るほどあるから。今の俺は、今までの俺としては金なら腐るほどあるから。腐るほどあるから、金なら。今までは電気定期的に止まってたかもしれない、月末になったら。毎月毎月。金なら腐るほどあるから、のんちゃん。わかる？わかる？腐るほどあるから。お金は腐るほどあるから。使っちゃったの？前に使っちゃった。のんちゃん、もう俺配信やめるかもしんねえわ、今日で。なんで？もう、これ以上自分を、もう無理かもしれない、もう、本当に。配信今日でやめるかもしんない、もう。この枠を持って。俺という才能が怖い、のんちゃん。俺がこの怖い。枠は待って。俺が怖い。もう自分の才能が怖い。どう思う？何やってるの今。今はもうだから引退枠だよね。引退枠。
引退枠だよ。どうする？なんで引退するの？わかんない。わからないけど、一個だけ言っていいのんざ。誰にも止められないんじゃないかって思ってる。どう？どう思う？今の俺を止めることは誰にもできないんじゃないかって思ってる。パチンコ行きたいの？ え？パチンコ行きたいの？ちょっと行きたい。なんで分かったの？だって言ってもさ、これぐらいの時間になるとさ、行きたあ、くそうないそう。でしあょ？んまりそこ、あんまりさ、どんちゃんだけが知ってる個人情報をさ、公の場で漏らすのやめてもらっていい？あ、違うんだ。いや、そういうのやめてほしいんだけど、違くて、俺はもう今日この枠で最後になるかもしれない。俺の放送。俺という物語が今終わろうとしてるんだよ。俺という和道っていう伝説が今幕を閉じるかもしれない。どう思う？一リスナーとして、一ファンとしての見解を述べたまえ。もう暇でしょうがないの？はい？暇でしょうがないの？いや、お前、俺が忙しいの一番知ってんのお前だろ。俺が一番忙しいの。毎日リスナーに一件一件花火ありがとうございますって LINE して、DM 送って、一人一人に。運営さんとかとも本当にいつもありがとうございますって本当。ふわっちの運営さんのおかげですってメールのやり取りして。してない。グーグー寝てるでしょ。そうだっけ？ずっと起きてたの？じゃあ、今いや、もう寝れないんだよ。日。寝れなくなっちゃったの？そう。昨日の夜の8時から今までずっと放送やって11時でしょ？15時間ずっと喋ってる俺。ああ、1時間ぐらい休んでるから14時間ぐらいずっと、もう寝れなくて困ってんの。どうしたらいい？眠くなるまで、配信してる？いや、だからもう、このままだと、もう寝るまで配信続けると、もう3週間後に俺ずっと起きてて死んじゃう可能性があるってリスナーさんに言ってんの。そしたらどうする？ってリスナーさんに聞いたら、見たいって言われちゃった。死ぬとこ見たいからやってって言われた。サボちゃんに。そう。サボちゃんは見たいんだって。リスナーが俺のこと殺そうとしてる今。リスナーが今俺のことを殺そうとしてる。ご飯食べた？夜ご飯。違う、だからパン食べた2つ。朝ごはんだよ。さっき食べた。12時間ずっさっきと、食べたの？そう。もう食欲ゼロ。食べたじゃん。食欲ゼロ。俺は。
食べたけど。いや、無理やりもう流し込んだ感じだよ、もうほんと。美味しかった？あんまり美味しくなかった。あんまり美味しくなかったの？で、俺はもう今日の枠でもう本当に配信が終わるかもしれないの。もう何もかも振り払って、もう本当に、ツイッターにいろいろ書こうと思ってるぐらいの、俺は。長文書いて引退するかもしれない、俺は。ツイッターに。じゃあ、ポエマーになれば？ポエマーにはならない。ならないの？ならない。どうするの、のんちゃんは。さておき。さておき。じゃあ、24時間配信してみれば？いや、もう疲れたんだって。もう、この前やったじゃん。じゃあ、もう楽しくないの。もう、眠いの。どうにかして。羽黒山も用意できれば？いや、空いてないから、温泉、銭湯は。ええー。本当に。そう、なんかない、なんか方法。寝れないんだって、本当。どうする？ 9 割ぐらいの原因、俺、のんちゃんのせいだと思ってるけどね。のんちゃんのせい？そう。今回はのんちゃんが全部悪いと思ってる、俺は。毎回なんだけど。毎回？毎回のんちゃんが悪いと思ってる。あ、寝かしつけてくれないと寝れないの？そう。バブーって？バブーなんて生まれたから一回も行ったことないけど、寝れない。のんちゃんフェラしてっていうの？そういう話をしてるんじゃなくて、しなく、いやいや、だから、俺は今、躁うつ病の、うつが、躁状態になってるのね。わかる？で、何をやっても楽しくないの。で、もう15時間配信、15時間配信で雑談を続けてしまっているの。で、このままだと俺は倒れる可能性があるの。わかる？どうしたらいいか、もう誰も答え出せなくて、もうリスナーもちょっと困惑してる状態なのね。そう。もしかしたら俺このまま死ぬかもしれないっていう今状態の。で、どうしようってなってんの。眠いんだ。配信しすぎて眠れなくなっちゃったの？わかんない、それは。じゃあもう、もうずっと眠いんだよ、体は。でも脳が冴えてるの。脳が覚醒してるの。わかる？わかる？このままだと俺、死ぬかもしれないから。配信中に。そう。じゃあ、やっぱ手こきしてさ、すっきりした方がいいんじゃない？もう、じゃあ、そういう話はしない、今。そう。したら3分で寝るでしょ。いや、もう寝ない。もうほんと。ほんと？ほんとに寝れない。もう。無理。そういう話はしてない、今。違うの？何やってんの、今。のんちゃんは。寝てた。ね、起きないの、もう。また寝るの。寝れない俺への当てつけだろ。わかった。俺が寝れないからって、
そうやって。当てつけでしょ。違うよ。当てつけ。俺に対する嫌がらせでしょ。違うよ。なんで引退とスレッズ関係あるの？ああ、もう、信じらんねえわ、もう、本当に。もう誰も信じらんねえわ。寝るの？なんで？寝るの？寝ちゃダメなの？いいけど。いいけど、もうご飯作らないよ、そしたら。いや、もうのんちゃんにご飯作ってあげないよ。いつ作ってもらったっけ？いつも作ってるでしょ。毎回毎回。お米たい、研いで、お米セットして、炊いて、味噌汁を毎、それのんちゃんじゃん。のんちゃんがご飯作ってるじゃん。頑張って。ちょっと下手くそだけど。じゃあもう洗濯最物、近。洗濯物、じゃあ誰がやってんだよ。おい！洗濯物誰がやってると思ってんだよ！おい、てめえ、いい加の減にんしちゃろんがよ。さ、おコい！インランドリーってさ、一生懸命さ、重い荷物を持ってさ、洗濯しに行くよ。いつも行ってるよ。あ、洗濯物が溜まっちゃったの？お前ふざけんなよ、ほんとに。お前ふざけんなよ、ほんとに。お前、マジで。お前、孔明何回連れてったと思ってんだよ。おい！あ、孔明はいっぱい連れてってもらった。おい、今までお前食費どんだけかかってると思ってんだよ、お前には。俺がお前にいくらかけてきたと思ってんだよ。おい！毎いっ回ぱ毎い。回よ。外食ばっかりでよ。どうなってんだ毎よ。回毎回じゃないじゃん。毎回だろうがよ。毎回だ、お前ふざけんなよ、お前毎回毎回。全部出してんだろ、おめえの食費を。おい。のんちゃんも行くときさ、高級。車とか出してさ、え？いろんなとこ行くときにさ、う車とか出したりさ、ん。うん。行くときに駐車場代もかかるからさ、ちょっと大変だなと思ってさ、あとガソリン代とかもかかっちゃってさ、だからさ、うん。うん。うん。他のとこに行くときもさ、車出したりしてたじゃん。すいません。寝るの？でさ、うん。じゃあさ、のんちゃん電車で行ったらいい？知らない。別に車で来たけ車で来ればいいじゃん。知らない。知らないの？そういうんじゃないの？別に。別に、もう本当に、わかんない。来てほしいとかじゃないの？じゃあ来たきゃ来ればっていうスタイルだから、俺は。あ、そっか。来るのか来ないのかは別に、俺教養とか嫌いだし、別に寝るんなら寝ればって。来たきゃ来ればいいんじゃんって。ただ、どっちが困るかだけどね。俺が言いたいのは。どっちが困るじゃあか。電車で。どっちが困電るか車で。で。俺が寝れないで苦しむのは一体誰かなって話になってくるよ。
のんちゃんもだってさ、うん。でも眠いからちょうどいいからさ、一緒に寝たらいいと思うよ。でしょ？わかる？うん。俺がそこまで考えてたの。わかった、今。何？ 3 倍大変なことって何？俺がそこまで考えて、先読みしうて、ん。のんちゃんのうん。ためを思って行動してたっていうのが伝わったって聞いてんの。うん、わかった。でしょ？うん。なんでそれに気づかなかったの？ほんのに何十分もかかったの？答え出すのに。へえ。だってさ、すごい3番さ、思ってる大変なことっていうからさ、どうしちゃったのかなと思っいてや、さ。俺が寝れないよりも大変なことある？釈迦が死んじゃったのかと思ってさ、でもさ、ピー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 言ってるから、ああ、生きてるわ。釈迦は不死身だ。ねえ、釈迦。うん。釈迦不死身だから。ねえ、釈迦。ね、不死身だよね。釈迦不死身だから。釈迦不死身で無敵だから。うん。握りつぶして寝たのかと思ってびっくりしたじゃあ、釈迦は死なねえかよ。うん。ら。無敵だから。で、どうすんの？へえ。じゃあさ、これから電車に乗ってさ、俺がじゃあ急行くに外よ。に出かけたくなったらどうするの？出かけなくなったら、さ、今の時間さ、駐車場空いてないんだよ、どこも。言い訳？違う違う、本当に。俺がじゃあどうすんの？俺が急にでかくなくなったら気分で。歩いていく？歩かせるの？俺を。電車で行く？この俺を。いいの？歩いてる俺見たい？歩いてるじゃんだって。電車で移動すればいい？生まれてこの方本当にもう全然歩いたことないから俺。いや、いつも歩いてるでしょ？ん？歩いてない全然。歩いてるじゃん。歩いてないもん。お腹すいた。お腹すいた。何食べたい？わかんない。何があるの？じゃあさ、途中でさ、スーパー寄ってさ、なんか買ってくからさ、作るよ、なんか。時間かかるんじゃないの？うん、そりゃ時間かかるけど、しょうがないじゃん。俺が餓死したらどうすんの？俺が。大丈夫だよ。そんなすぐに餓死しないよ。パン食べたでしょ？ソースは？俺が餓死しないソースは？ソースを出せよ、ソースを。じゃあ今体重俺が何餓キ死しロ？ないっていうソースを出せよ。そこまで言うなら。体重何キロ？ソースがなくてそういうこと言ってんの？ソースを出せよ。うん。ソースを。水だけで3日間生きられるでしな、ょ？ソースを出せよ。ほら、論破。はい、論破。はい、論破。分かった。じゃあソースはもう、兄ちゃんだよ。俺には勝てないよ。うん。
俺には勝てないよ、のんちゃん。なんで俺に今歯向かったの、のんちゃん。歯向かってないよ。歯向かったでしょ、今。牙を剥いたでしょ。剥いてない、剥いてない。え、もうこうやってさ、いろんな人にさ、電話かけまくってんの？かけてないよ。のんちゃんだけだよ、電話かけた。あ、誰に電話したの？いや、のんちゃんだけだよ。ポケモンたちにさ、電話してんの、今。ポケモンたちに電話してないよ。のんちゃんだけだよ、電話したの。のんちゃん、あれだよ、あと、この家のやつに知ってる？うん。いくら？ 6 万円。ってことは半分出さないといけないから、もう10ヶ月ぐらい分ぐらい滞納してるから、30、まあ、全部込みで50万ぐらい俺に払わないとダメだよ。じゃあ、のんちゃんさ。うん。明日からバイト探すよ。何のバイトやんの？まだわかんないけど。いやもう、ほんと、ローンが溜まっていくよ。このままだと。頑張って働く。バイト2つ掛け持てる、ちゃんと。大丈夫よ。2つは無理だよ。じゃあ、どうも、払えないよ、50万。スキヤと、スキヤの深夜と、パチンコ屋の掃除のバイトだよ。それならちょっとできるかもしれない。でもスキヤとかさ、研修期間長いからさ、なんとさ、なかなかさ、時給上がんないよ。大丈夫。全商グループは金払いいいから。ほんと？暇だな。ほら、釈迦も怒ってる、のんちゃんに。暇なの？暇なの。じゃあカラオケ行く？一緒に。行かない。俺のこと殺す気だったでしょ、今。なんで？今俺のこと殺そうとしたでしょ。なんで？とどめを刺そうとしたでしょ、とどめを。違うよ。あ、寝かしつけてほしいの、じゃあ。いや、普通にもう、ご飯食べてぐっすり寝たいの、俺は。何も考えないで。俺は今から風呂に入るから、風呂を洗って沸かして、沸かして、ゆっくり使うと、半身浴40分ぐらい。わかる？クラシックの音楽を、ちょっとボリューム小さめで流しながら。モーツァルトを、少し、軽く流しながらお風呂に半身浴40分する間に全てのミッションをクリアしないといけないんだよ、のんちゃんは。全てのミッションを、ご飯を美味しい用意して、そう、洗濯をして、できる？じゃあ期待してるよ。やれるかい？
じゃあ今から、のんちゃんさ、電車で行くけどいい？いいよ。ご飯、ちなみにご飯のメニューは何なの、今日の。あんまりさ、炭水化物をさ、違う。なんだっけ。糖分抜きダイエットするんだっけ。いや、もうそれは来月の話だから。来月すげえ痩せるから、俺。来月すげえ痩せるから。今月はちょっと病気だから、俺。俺今すごい病んでるから、今病気を回復させることだけ考えてるのね、のんちゃん。今俺は本当生死の、もうギリギリのところを、もう、ギリギリだから、俺。来月頑張るから。じゃあさ、駅んとこでお惣菜買ってってもいい？いいよ。じゃあ駅に着いたら電話して。何分で来れんの？1時間ぐらいかな。はあ？ 1 時間もかかんの？その間に俺が寝たらどうすんの？もう1時間また俺寝るよ？じゃあ寝れるじゃん。ねえ。寝れるじゃん。そしたらもう、大変なことになるよ、もうじゃあ。またじゃあ待ってるわ。お疲れ。お疲れ。本当にわがままな女だな。こんなわがままな女初めてだわ。びっくりするわ。長かったね。俺は要件をサクッと言いたい男だから。いや、もうちょっとリスナー出身はやっぱね、こうなっちゃうから、本当に。いや、わがままでしょ、本当に。疲れた。ちょっと甘やかしすぎたな。ちょっと甘やかしすぎた。ちょっと過保護だった、俺が。過保護だったね。過保護。甘く見てた、俺は。あんな風に育てた覚えはない。できる女だったらもう、もう電話かけて5分後にはもう家出てますからって言ってるから。家出ておりますので、つって。わーっつって。わーって言ったらもう全部叶うから。わーって。俺が他人をフォローしない理由？もしもし。もしもし？のんちゃんさ、今日さ、宅急便のさ、受け取りがさ、2時から4時のさ、指定があってさ、何買ったその？れが、ライラの餌。ライラと俺どっちが大事だ？
ライラに餌与えるか、ワドウに餌与えるかっていう話にな、なんかそういう話に俺聞こえるんだけど。いや、そういうことじゃないの。違うよ。ライラに餌与えるか、ワドウに餌与えるかみたいな、なんかちょっと天秤にかけられてる気分なんだけど。え、ライラには餌、ライラに餌あげるのは大事だけど、ワドウには餌与えないっていう話になってくるよ、これ。違うの。パン買っといてあげたの食べたんでしょ？自分で食べれるでしょ？わかった。じゃ、今日さ、夕方さ、駐車場空く時間になってから行くから。そっか。ライラにはご飯あげるけど、ワドウにはご飯あげないんだ。違うよ。だって、宅急便さ、の宅急便さ、と俺どっちが大事なの？でもさ、迷惑かけちゃうでしょ？そうやってさ、せっかじくゃあ、持のっんちてゃんきはて俺くにれ迷る。惑かけてないの？のんちゃんは。のんちゃん、迷惑かけてる？っていう話、リスナーものんちゃんに激怒だよ、今。全員ブチ切れてるよ。今電話中だからコメント欄見えてないけど、今全員のんちゃんのこと叩いてるよ。リスナーが。フルボッコだよ、本当に。女としてすごないいわーっね。て言ってるわ、みんな。ってなるよ、本当に。そんなことで配信者になっても囲われないよ、のんちゃのんちゃんはそん。んな囲もわう、れなくて女性、も。ワドギャルズ、ブチ切れ。ワドギャルズ囲が。われなくてもいいんだよ、のんちゃん。私行こうかって言ってる、みんな。そんなこともできないなら、私が行こうかってなっちゃうよ。本当に。何もできないじゃん、この人って書かれてる、今。何が逆にできるの？ってなってるよ、のんちゃん。ツイッターに DM が来ちゃうよ、のんちゃんのツイッターに。和道さんに謝れって DM 来るよ。いいの？しょうがないよ。しょうがない。じゃあ、わかった。じゃあ、夕方ね。何食べたい？考えとく。考えとくよ。わかった。いいよ。じゃあね、のんちゃん。はーい。はーい。俺がフォローしない理由？ツイッターの話？配信の話？ツイッターの話？それとも、そのオフワッチのフォローの話？フォローしない理由っていうか、フワッチのフォロー。いや、フォローバックっていう、まず文化が嫌いなの、俺。それって本当のフォローじゃないじゃん。フォローバックする人って1万フォローとか5000フォローとか2000フォローとかやってるけど、全員の枠絶対見てないんだよ。それって、数字だけの付き合いじゃん。そういう上辺の付き合い嫌いなの、正直。見たい時に見たい人を見るっていうのが、本当のフォローだと思ってるから。いや別に変なプライドじゃないけどな。
例えば、じゃあ俺がフォローすべき人って誰なの？カズ花火ありがとう。カズ花火ありがとう。何変なプライドって。例えば誰を俺がフォローすればいいの、別に変なプライドとかじゃなくて、なんか本当嫌なんだよ、ネットの文化のフォローバックって。タイムライン荒れるだけじゃん。逆に毎回来てくれてアイテムを含めフォロバしてって言われたら自分がしたいと思う人おれへんの。例えば今花火投げてくれてる人で俺が一人だけフォローしたら、和道さんプレッシャーかかるんでやめてくださいって多分リアルに DM が来ると思う。アンチに狙われるんで勘弁してくださいって来たことあるよ。わかる？俺が一人だけ特定の誰かをフォローするとアンチに袋叩きにされるの。雑談たぬきとか2チャンネルとかいいの。俺はフォローする側じゃなくてフォローされる側になるって決めた。フォローしない誰も。おはよう、まいちゃん。チョコミントおはよう。なんかあんまり意味がないっていうか、さっきフォローしてくれる人が全部来るわけちゃうって言ってたけど、ああ言えばこういう感じ。じゃあ、フォローしてくれる人がじゃなくて、俺がフォロー2000人、例えば3300人ぐらいいるでしょ俺。それを3300人フォローしました。でもその3300人の放送を全部見るわけじゃないじゃんって。ってことは形式的な付き合いになるでしょって俺は言ったの。わかる？変な言い訳じゃなくて、じゃあ理由聞くなよ。じゃあ、最初からフォローする気ないってそれだけ言えよじゃなくて、フォローしない理由をお前は言えっつったの。フォローしない理由をお前は言えっつったんだよ。わかる？だからお前の質問に対して答えたの、俺は。言わんでもわかってるんだったら聞くなよ。だろ？な？言わんでもわかってるんだったら聞くなよ。そう、みんなに平等にするために誰もフォローしないっていう。わかる？各窓つ。でしょ？で、なんで上げ足を取るの？そうやって。別に俺がフォローしなかったりさ、フォローしたらさ、どっちでもよくない？聞くなよって、逆に誰をフォローすればいいのって聞くなよ。じゃあ、納得いかないって言ったな。それ上辺だけだって言ったの。じゃあ誰をフォローしてたら納得するのって俺は返したの。君の質問に対して。わかる？君が言うからそういう話題になったの。君は俺が誰がフォローしてたら、俺が誰をフォローすればいいのって聞いたんじゃないの。俺が誰をフォローしてたら君は納得するのって聞いたの。日本語わかる？ギャンさん。わかる？俺の質問を履き違えて捉えてんの。俺の言ってること分かってないの。もちろん3300人が配信者だとは思ってないよ。自分のリスナーやから自分が把握してる理由あらへんやろが。あら、日本語で喋ってくれる？あらへんやろがって教科書で習ってないんだけど俺。ねえ、理由あらへんやろがってどういう意味ですか？標準語で書いてくれる？日本語で。いいよ、全然。っていうか、LINE 書いてあるから書いて。LINE かけてきて。なんで俺こんな風に言われないといけないの？俺がフォローしないのに。いいよ、いいよ。だから LINE かけてきて。安彦おはよう。なんで俺そんな風に言われないといけないの？フォローしてなくて。で、お前の言い訳なんか聞きたくないなんて言われないといけないの？俺がフォローしない理由なんて、フォローできないから、カバーできないからでいいんじゃないの？めんどくせえな、マジで。言い方考えろよじゃなくて、俺普通に言ってるよね、さっきから。
言い方なんか間違えてる俺。普通に噛みついてきたのそっちじゃないの？俺別に普通に言ってない？いや、調子悪いよ、本当にち。全員を平等に扱えないからフォローできないよっつって、なんでそれで上げ足取られないといけないの？俺のコメント5時に噛みついてくんだ。5時じゃなくて、俺は標準語がわかん、標準語じゃないとわかんないっつってんの。あら、理由あらへんなやっつうのが、標準、関西弁なのか何なのかわかんないっつったの、意味が。初見さんごめんなさい、いらっしゃい。しゃぶしゃぶさん。だいいよ、トツかけてきたらわかるんでしょ？電話出るっつってんじゃん、俺。だいいじゃん、今電話かけてきたら。電話かけるっつったんだから、俺出るっつってんだから。コメントだと誤解あるって自分で言ったじゃん。そのズレがあるし、ラグがあるからって。出るから。あ、尾を引かないために話すよ。かけるっつってんだから。フンボルトペンギンありがとう。理由ないだろって意味か。いや、理由はあるんだよ。だから俺にとっては、いいよ、本人に話すからさ。いや、ヘボすぎるとかじゃなくて、電話かけないの？別にかけないならかけないでいいんだけど、かけないの？結局、かけないの？かけるの？かけないの？どっちなの？ギャンさん、ヘボいでもなんでもいいけど全然。666のブレスレットだけど、666のアイテムだけど。水分取ろうね。 LINE があるから、 URL がプロフィールページに書いてあるから。LINE が書いてあるから。LINE の URL、LINE 持ってます？ギャンさん。クリックしたらかけられる。ヘピタとか聞くんだ。
ちょ、コーヒー買ってくるわ。コーヒー飲もう。コーヒー飲むわ。何こう好きなの？普通のやつ、普通のやつ、かけられる。ちょっとコーヒー買ってくる。いや、かけていいよ、全然。待っとけようじゃなくて。いや、待ってる、待ってる。おはよう、ニート社長。おはようございます。あ、自販機近いんだよ。もう買ってきた。いや、いいよ、いいよ。あ、あ。あんたたち行くわよ、ケビ。ブルーマンじゃない。ジョージアのアイスコーヒー。あ、アイテムありがとう。ブルーさん、こんにちは。お疲れっす。タリーズじゃなくて、今日はジョージアにした。全然、トツかけていいって言ってるもん、俺。まあ、寝れなくなるよな、またな。いや、でも別にトツは受けるって言ってるから、俺。前から。悩み相談だろうが、恋愛相談だろうが、和道に物申したい人とか、質問があるとかは、放送中だったら受け付けますよって言ってるよ。まあ全然受けるよ。どんな人でも、全然。ただ、上げ足取られたりしたら嫌じゃん。俺普通に誠意持って答えてんだから。寝るけど今、電話かけてくるって言うから。風船ありがとう、二つ。
まあいいじゃん、かけるっつってんだから。うん。ギャンブラー？うん。眠い。はいはい、サクッとらまたね。他の水取り替えるわ。何、ギャンブラーって何？もうかける、いいよ、全然全然いいよ、もう。夏が来たなぁ。
聞こえるか？聞こえますよ。これ同じ端末であれしてんだけど、別の方がええの？同じ端末って何、どういうことですか？え、だからバグラでやってる状態、要は、iPhone ああ。で。うん。ハウっ聞けてるはけ？ないんで大丈夫だと思いますけど。え？ハウってはないんで大丈夫ですけど。あ、いける？うん。うん。あげ足って何？あかん、これあかん。これ帰ってきよるわ。どうしえ？よう。いや、こっちで貼ってるわ。こっあち貼って。いや、お前大丈夫でもこっちはいけてないよ。うん。これ。聞こえますよ。あ、コメント欄見たかったから。ちょっと今、いけるわ。今いけるわ。バッとやめたから。コメント見えへんな、これ。どうしよう。で、なんで、あんな興奮しとった？あ興奮しとっれ？たん。うん。揚げ足取ってくるとか言って、なんか、えらい言っとったよ。何を揚げ足取った、俺が。だえ？から、フォロワーを、なんでフォロワーしないのかっていう理由を述べたじゃないですか、僕は。で、それに対して、うん。なんだっけ？うん。いや、それに対して、うん。すぐに出てこへんやんか。それに対して言ったら、まあ3000人か分からへんけど、言ったらフォローしてくれてるみんな全員が来るわけじゃないやんかっていう感じ来で。るわけじゃなくて、その配信をつけた時に僕が見ることができないっていうことを言ったんですよ。それは覚えてるやんか、言った俺が。ちゃんと聞いたこと。自分に言ったこと俺はちゃんと覚えとけや。せやろ？聞いてる？聞いてますけど、ちょっとよくわかんいなや、いんです覚えてよ。ない。いや、おかしいこと言ってへんやろ？俺は聞いたことちゃんと覚えてるから答えれるやん。自分の言ったことは何やったっけ言われてもさ、自信ねあなたがギャンさんが言ったことはえ。いや、だ何から、だ？これ揚げ足じゃないやろって。自分の言ったことはさ、そやろ、揚げ足取自られて分どうたらのこうたら言っ言たことは覚えてますよ。う。自分の発言ぐらいな。なあ、自分の言った発言ぐらいちゃんと覚えろよ。僕が言っせやたろ？発言は覚えていて、ギャンさんが言った発言を覚えてないからちょっと待ってくださいって僕言ったんですいよ。やいや、お前の発言覚えてないか、俺が代わりに言ってあげた、今。ちょろっと。いや、だみんかならフそォローれしがて間くれて違っる人てるか。から訂正をしたんですよ、僕は。なんで？ギャンさんが今おっしゃったこと、解釈が間違ってるから僕は説明したんですよ。お、解釈言って。もう一回聞くわ。3000人フォローに対してフォローバックしたとします。そしたら、3000人が配信つけたとするじゃないですか、バラバラに。でもそれを全部見るわけにはいきませんよねって、僕が。わかります？ああ、そっち、ああ、そ逆か。う、ほんで？そうなんですよ。よ逆し、なそんですよ。うだろ。そう。で、だから何やろ？僕はフォローバックはしない主義なんですって答えたんですよ。見ることができへんからっていうだけで。そしたら、花火投げてる人だけフォローしたりとか、配信者だけフォローとかしてると、やっかむ人もいるじゃないですか。なんで私はフォローしてくんないのって。で、フォローをそうやってしますよってやっちゃうと、トップページが荒れるんですよ。要は、いや、でも、それは逆に、何？フォローしてくれてる人おるやん。それでもみんながみんな来てるわけじゃやろ、当然。もちろん、そうやろ？僕の枠それにっにて対ことですよね。して、逆に、来てへん奴らが言う意見じゃないやんか。そこは自分の意見も、はないいの。や、そういう人さんがいが、リスナーさんが僕のことをフォローして、で、見に来ないっていうのは普通のことなんで、僕は構いませんよ。まあ、それはな。はい。それは僕がどうこう言う立場ではないので。うただ、フォローん。ほんバッで？クに関しては、ね、全員平等に扱えないので、僕は誰もフォローしないっていう方針なんです。別にしろって言ってる、あれで向きになって言ってるんじゃないで。はい。あっとかやら、なんかごちゃごちゃ言ってきたから、なんてごちゃごちゃ言ったんですか、こっ僕ちはが。俺コメントでな、バーってこう、なんかちょっと興奮し、言ったらこっちはコメントで一生懸命あれ、ポチポチしとるやろ？はい。こっちの表情とか分からへんやん。わからないです。って言って。せやろ？はい。こっちが真顔でコメント打ってるかも分からへんわからし、ないで笑いす。なんか打ってるかも分からへん。わからないでな？す。はっきりとこっちからしたらな、興奮してるって感じやん、実際。誰こっがでちすはか？何回の画面見てんのか、好き放題喋れるかも分からへんで。でもその分こっちはこっちで、だから電話出な？ていいって、会い話しや、でまもしょうっそてれいう。に好き放題言ってるやろ？俺は5時やって言ったけど、何やっ好きた？放題やるために僕配信者になっちょたっとんで聞いすてくよ。れる？コメントに関して何か言ってたやん。ちょっと分からへんみたいな。
わからないですね。はい。いや、分からへんやったら、別にあの方言とか、だから語方尾と言わか、からないんで標準語いでや、だ書いからてもら方えます言じかっゃてない、言いあまくしたこっよちやね。ねんな、ただの俺のな。それ自体もは理解してないんやろ？できないですよ勝ね。手にされて決めつけるなよ、勝手に人のコいや、メン決トめをつけるなっな。て誤字だったんですよね。だったら訂正すべきじゃないんですか？だから、で、誤字やって俺説明したかな？書いてるかな？お前がな、見落としてるだ誤け字やを打った時点で僕は、ね、ろ。標準語じゃないとわからないので標準語で打ってくださいって言ったら、あ、誤字だったわっておっしゃったんですよね。間違えた方が強気ってどういうことっすか？いやいや、だからその後例えに訂正、ば、ね、会そう社いうのコメン上トを打っ司てんで、のか、お会前社はのな。上司と部下あ、のその関コメント係見ずで、に仕方部し下がて、ミスわをかしるましか？た。ごめんなさい。書類書き間違えました。それ上司に立てつくっておかしくないですかっていうこと言ってんの、ほんな俺は。らお前な、お前な、はい。な、お前コメント側に回ってさ、お前ミスなくお前できるんか、お前。な、別に偉いなんか言ってないやん。な、僕も言ってないほんでなすもんよ。な、いだや、かゴらジったやつ理由、がな、僕煽ったわゴけジっじゃたなやくつて、あが、なたがおっいや、しゃっほてるら、ことおい、いや、が、ほら、おい、ゴジってやつが、ゴジってやつがな、な、偉くなくてな、な、ゴジなんて普通にな、な、こっちはでもコメントしてる側とお前、配信者で喋ってる側や。まあ喋ってる側でもな、噛んだりするわな。普通通りさ、噛まんと喋ってる方が、なんていう、偉かったりとか、そういう基準があんのか、お前の中で。なあ。え、何を言ってるんですか？誤字をいしや、お前、て、こう相言い手に方し誤とるやん解をか、お与前、え誤字たしとる方かさ、が強気っいやいや、て誤どう字っいうてん理のに、論でなんすかか、って言ってるんですよ、なん僕は。て？なんて？間違えた方が強気で、意味がわからないんですけど、だったらいやい訂やい正や、すれ間ばいいんじ違えゃたっないでてすか？いう、いやいや、あのな、はい。間違ったとか、そのな、方言とか、それすら理解してないのに、な、わかだっんてねえんだ、間こいつ違ったって文思字うってな。を、間違った逆文方字文をして打った喋っんでとっすたよやろ。ね。間違った俺文も字ゴをジ打っでたしん喋っでとっすたよよ。ね。それわかんないって、標準語で書いてくださいっていうのがどこが怒ってることなんですか？どこが煽りなんですか？え？なんでなんで、ちょっと待って、聞こえへん。なんて？誤字を打ったんですよね。うん、あれ5時やったんや。はい。で、僕は標準語で打ってください。あなたのおっしゃってることわからないって言ったんですよ。それのどこが煽りなんですか？いや、それはそのな、俺が5時った後に、の、喋ったことじゃないやん。それだに対してから、噛み誤つ字きたかい。どうかがわからないから標準語だでから、分話しかてれへくんだやっさたいっら、つっそて。れに対してな、どうこういう、あれじゃないやろ。これは、どうやって解釈しどうたらいいんこうっかてなと僕か、は何を言っいいたんとですこあるか？あなたに。やん。こんなん分かれへんわ、みたいに言われてもな。わからないもんはわ人にから失な礼いしでたらすよ。失礼やろ、お前。わからないもんなはわあ、かんないですよ。分かれへんやつ、何分かれへんって言えや、お前。だからわそかれら言なえや。いって言ってるじゃないですか。わからないから標準語で書いてくだまあさいっ言てって言いんまやしたろ、よそのね。時はそういう言い方が良かったから言うてんねん。いや、言ってますよ。わからないんで標自準語分で打ってもらえますかっが言ったから今て。俺はここで言ってないねんって。はなあ。い？自分に言ったこと忘れてんのか、お前。なあ。聞いてる？上げ足ってな。な、なんかお前言う、ごちゃごちゃ言うんやったらな、揚げ足取られるような喋り方すな、お前。お前、それだけお前好きがあるってこっちゃ。わかったか、お前。おい。どこが隙があるんなあ。ですか？好きがあねえって、お前。どこがですなあ。か？おっしゃってくだ全然さおい。前トークにな、力がないし、へぼトいークにし、普通に。力。な、俺はト普通ークににガーガー力っガーガーて言っ何ですてるか？だけじゃなくトて、ークに聞いてるか、力があるおい。配信ってどう好きいをう配話し信となんでけ、すか？お前の好きが、俺が喋るか。力のあるトークって何ですか？え？いや、力力のあのあるるトトーークっクって何て、ですか？僕説得力の力なのいあるトークトーないクでしが、ょ？ずっと通ってあるトーク。どうしてな、バー説バー得バー力バーがとないけと思っるたんですもん。か？僕の中身放がなかっ送。たら意味ないやろ。わかるか？僕説の明して放送んにだ。どう聞けや、お説前。得力がなかったんですか？お前が僕聞いのてんねんから放送トーにク。さっきの会話の中でどこに説得力がなかったのかおっしゃってください。なんて？どこにいや、だ説から得さ、力がこなれかっな、たんで俺すに聞いか？てたやろ？どこ聞いにてきたやろ？説お得前力のがなかっ話たをんですか？聞いてから、どこにな、説得話力をがなかっ聞たいんでてすか？から、どこに説聞けよ。お得前力のがなかっ話たんをですか？聞いてから、お前のどこに話を説得聞い力て。がなかったんですか？え？俺の話を聞いた上でお前それ聞いてんの？はい。ほな、答どえこるけにど。説得力がなかったんですか？ほな、俺の方に聞いたこと答えるよ、お前。どこに説得適力が当なかっことたか、んおです前。か？なんて？どいや、そこれは答に、えるか僕のな、先ほどのやりとりの中で、どこに説得力がなかったんですか？俺に聞いてんの。何？何じゃなくて、あなたが説得力ないって言ったんですああ、よ。もう答えたか、お前はい。その次俺喋るか、お前答えろ、お前。はい。などこに説得あ。力がなかったんですか？お前、ええとこってつまんでんちゃうぞ、お前。どこええにと行って、こお前つにまん対しでて、るんじゃなくて、あなたおがおっ前しがゃった喋っこてとるをこと言っに対てしるてんなでんて。す。まあ、答えあんかならお た前がええおっやん。しゃったことを僕は反復して聞いてるんです。わからない点があったので。お前、先にそれや進めろ、おない前。でください。どこに説得力がなかったんですか？説明おしま前すの発の言で。に対してやろ。な説明します。お前の発言に対してやろ。発言に対してじゃなくて、あなたは僕のトークに力がないって言ったんですよ。力がないってどういうことかって言ったら説得力がないってあなたおっしゃったんです。先ほどの会話でどこに説得力がなかっそたれんはでな、すいろか？いろな、その人によってな、あれ、考え方とかあるかもしれんで、いや、それ俺の言い間違いもあるかもしれんけど、俺の、そんな難しいこと分かれへんからな、
まあ、力があるって、まあ、なんていうの？いや、説得力の話をしてるんですよ、今。あなたは僕の配信、先ほどのやりとりで説得力がないって言ったんですよ。聞いてな、聞いてなって。はい、どうぞ。説得力ない、説明するわ。あのな、なんぼ落ち着いて喋ってても、な、なんぼバーってな、なマシンガンどこでバーって喋っとっても、その中身がな、な、筋通ってなかったり、まともな話じゃなかったら、な、落ち着いて話聞けるやつからしたら、な、中身がなんもないねんから、そんなんな、何の力もあれへんやろな。で、バーって言ってても、な、落ち着、聞いてる？聞いてますよ。うん。よくあるやん、バーってな。あの、や、なんかあの、な、中学生、高校生、ヤンキーみたいに、バー言うて、適当になんかやからみたいに言うて、僕がいつやからみたいなこと言ったんですか？吠えたらいけるようなさ、そういうやつもいてるやんか。中には。誰の話をしてるんですか？てくれる？誰の話をしてるんですか？いやいや、そういうやつもおるやんか。誰の話とかじゃないや。いや、そうじゃなくて、僕が聞きたいのは、そんな、そういうやつがいるとか、そういう話を聞いてるわけじゃないんですよ。あなたが僕の話を先ほどの会話の中で説得力がないっておっしゃった点について教えてくださいって言ってんの。いや、誰の話してるじゃないですか。そういう人いるやんかっておっしゃいましたよね。誰か他の人の話をしてますよね。僕は先ほどのやりとりの中で、お前意味分かってないの？お前もう一回聞けよ、お前。おい、聞けよ。そういう話、そういうやつもおるやんかっていうのは他の人の話ですよね。俺の話じゃないんですよね。他の人の話ですよね。それは僕のことをおっしゃってるんですか？わかりやすく説明してんねや、お前がな。うん。お前が？どういう、僕は説明してないですよ。説明してるのはあなたですよ。説明してるのはあなたですよ。僕は聞き手ですから。説明してんねやったらさ、はい、最後まで聞いてから、な、なんかあの、後から、あの、言うてこいよ。途中で間挟むなや。どうぞ、じゃあ、終わったって言ったら終わったって言ってください。じゃあ、どうぞじゃないって、お前。なあ。あなたが話を聞けって言ったんじゃないですか。説明してくださいって言ってんねやろ？なあ。最後まで聞いた上でお前なあとか文句言ってこいや。あ、わかりました、どうぞ。じゃあ、うん、終わったって言ったら終わったって言ってください。じゃあ最後まで聞くんで。いや、終わったとかさ、もう言うからな。どうぞ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 じゃないねんって。何が違うんですか？どうぞどうぞ。聞いてるか？最後まで聞いてないやろって、お前。いや、だから最後までおっしゃってください。早く説明してくださいよ。それに対して答えろ、俺の今言った質問に。いや、答えてるじゃないですか。どうぞって。いや、最後まで聞いてないやろ。最後まで聞けって言われてるんで、どうぞって答えてるんですけど。いや、聞いてないやろって聞いてんねん。聞いてるじゃないですか。いや、今聞きますってだけで、聞いてなかった間口挟んどったやろ、今。な。いや、あなたの話に矛盾があるからですよね、それは。だから、それは最後まで聞いた上でな、矛盾って後から、な？人の話でそういうもんちゃうの？じゃあ最後までどうぞ。説明してって言ったんやろ。だから最後までどうぞって言ってるんだから話せばいいじゃないですか。言うのが知っちゃうの？間でな、挟んだらさ、なあ、まあいい、ばあ、嫌やなってな、わからなってまうやん。そんな話の仕方もわからない。いいですよ、だから。話し方わかんなくなったんで、最初からどうぞ。最初からどうぞ。どうぞじゃないねんって。何が違うんですか？二度とそんなことすんな、お前。え？どういうことですか？二度とそういうな話の進め方すんだよ、お前。そう言うってどういうですか？そう言うってどういうことですか？説明してくださいって言うんやったらな。そう言うってどういうことですか？僕、意味がわからないんですけど。説明してくださいって言って、俺今説明しようとしてんやったらな。最後まで相手の話を聞いて、な。ほんで、それで、その後でな、自分が意見すんのや。順番やろ？自分が振ってきたんやから説明してるから。だから聞くって言ってますよね。な、矛盾点があるとかな、お前のな、しょうもない言い訳聞いてないやん、それはな。な、説明どこが言い訳なんですか？わかった？どこが言い訳なんですか？どうぞとかな、するな、軽くするすんな、お前は。な。いや、するしてないですよ、一回も。してるやん。まあ、そこな、そこは、それは、僕が悪かったですね、とかな。なんか言うや、お前。なんで僕が悪いんですか？いや、なんでって、いや、説明してるやんけ、今。最後まで聞かんと、矛盾点があっても、な。説明してくださいって言って。いや、だから説明をずっと待ってるんですけど。な、突然な、は、なんかな、はい、はい、間な、入れてくるやろ？はい。うん。俺も話できんなってまえんけ。できないんですか？僕はできますよ。え？僕はできますよ、いくらでも。できんの？はい。うん、でもそんな話の仕方おかしいからな。説明してて、最後まで説明してないのにな。間入れ合えて、ほんならその続き俺が説明して、な。な、そういうこと伝え、あの、そういう伝え方じゃなかった、なんていうの、あの、伝わってなかったのって先言っとったやろ、あの、フォローの件でも。俺が最後まで説明してないのに、途中でな、矛盾点感じても、それが違うかもし、わからへん可能性があるんちゃうの？最後まで聞くと。わかる？言ってる意味。な、終わったんですか？その話最後まで聞いてなかったら、途中で矛盾点感じても、な、それが最後まで聞いたら、な、そういう結果になる場合もあるんちゃうんか。僕はいつ喋ればいいんですか？僕はいつじゃないねん。聞いてんねん。返事するや。返事しろやじゃなくて、あなたが挟むなって言ったんですよ。うん。
だから俺が聞いた時また矛盾ですか、最後までな、うん、また矛盾ですか、矛盾点で挟んできたけど、はい、はい、な、でな、うん、それで最後まで話聞いた上でな、そのはな、あの最後まで話聞いたらな、はい、うん、挟まん方が良かったっていう結果になる可能性もあるんちゃうの、最後まで聞いてないねんから、その後の展開が分からへんやろ、途中で矛盾点感じてもとりあえずは最後まで聞かんとちゃうの、矛盾点聞かんとってなんすか、いや矛盾点じゃん、あの最後まで俺の話聞かんと、そのな矛盾点がな、ほんまにそれでな途中で挟んでも、じゃあ最後まで聞いてもそれ変わらんかもしれんで、最後まで聞かなくても分かっ、あの僕の主張変わってないですよね、わかります、いや主張じゃなくて最後までな聞いたらお前のな矛盾点は矛盾点じゃなくなるかもしれんやん、お前の矛盾点なんすか、僕の矛盾点じゃなくてあなたの矛盾点を僕は指摘してるんですよ、そうだから俺の矛盾点を言ってきたけど、それがな矛盾点じゃなくなるかもしれんやっつってんねん、それはありえないですね、話が矛盾が起こってるんですよ、それを最後まで聞いて途中の時点で矛盾点が起こってるのに最後まで聞いて矛盾がなくなるなんていう論法はないんですよ、どういう矛盾やねん、どういう矛盾か言いましょうか、じゃあね、俺は間ってな、ほんなお前まともな話してみろよ、はい、お前いっぺん、まともな話ってなんすか、ぶるってんちゃうぞお前、これなんすか、矛盾ってなんすか、まともな話ってなんすか、入れてきてるだけやろこれ、まともな話ってなんすか、まともな話できんだろお前、堂々とお前何ですか、まともな話って、止まれな、なイチャモンみたいないらんのじゃお前、イチャモンつけてないですよね、お前説明してくださいとか言うんやったら、イチャモンつけてんのどっちですか、な俺な、な俺が喋る説明してくださいってしたらな、矛盾な感じるから、じゃあもう一回話しましょうか、だな俺がなお前が喋っとってな同じようにしたらな、もう一回話しましょうか、言えへんのかお前、もう一回話しましょうか、説明しましょうか、うんうん、うん、矛盾って感じで俺のことを挟む、あなたからコメントをしてきた、いいですか、文句言うなよお前、文句言ってないですよ一言も、お前同じようにやったるやんけ、うん、まずあなたから質問があったんです、そうですよね、あなたからコメントで質問があったんです。合ってますよね？ん？あなたからコメントで質問があったんです。どこまで戻ってんの？フォローの件？それは。いや、まず一番最初ので、あの、あなたとのファーストコンタクトから話しましょうか。いやいや、あの、うん、だからちゃんと、うん。で、フォローバックをしない理由は何ですかっていう質問でしたよね。フォローバックをしない理由は何ですかっていう質問があり、だからフォローの話が合うてるやんけ、それやったら合うてるってなんですか、だから俺もフォローの話があって合うてるやんけ、なんですか、合うてるってどういうことですか、僕が正しかったってことですか、あなたが正しかったってことですか、いやいや、この話まで戻ってんのって話題が、だからファーストコンタクトの話から入りましょうかって僕言いましたよね、で、あなたははいって答えましたよね、話があって聞いたら、うん、答えろよ、すっと。そうですとか、そうやとか。話終わったのはあなたですよ。え？話終わったのはあなたですよ。お前も終わんねんか、悪いよ、俺話は。いいですよ、終わっても。僕は全然構いませんよ。全然構いませんよ。話しにくくないか？全然話しにくくないですけど、僕は主張変わってないので、さっきから。主張？はい。だから、僕がやかってるんじゃなくて、あなたがやかってるんじゃないですかっていうふうに言ってる。お前やん。お前がな、うん。いや、そういうふうな話の持って言い方してんやろ、お前が。どういうことですか？いや、主張変わってないとかな、そういうこと聞いてないねんって。どういうこと？じゃあ、何の電話なんですか、これは。なんで？何の電話なんですか、これは。今更そういうこと言うなよ、お前。え、今更ってどういうこと？僕は最初から何が言いたいのかわからないからお話しましょうってずっと変わってないですよ、スタンスは。あなたがおっしゃってることがわからないので、コメントでは。では、電話しましょうって。うん、ほんで俺説明しても、お前な。説明してもな、俺の話最後まで聞けへんやろ。で、説明しきった上で僕が悪いっていうことをおっしゃってるんですか？聞けよ、お前、これ。基本的にな、一つは、な、受けてるっつってな、お前、話取ってやろなんか、自分で。はい、してますけど。抜かすよ、お前、人の話もな、ろくにお前、最後まで聞かれへんやったやろ、俺。わかったか、お前。なあ。人の話聞いてますよ、僕。僕が何を主張したか分かります？説明してみてくださいよ。だから最後まで聞くって言ってるじゃないですか。そしたら、じゃあ最初から説明しましょうかって言った時に終わったのは、あなたの方でしょ？お前な、聞け、お前ごちゃごちゃ言ってるけどな。はい。ただ単にお前な、俺みたいなやつにさ、上がってきてな、ごちゃごちゃ言われるのが、な、気に食わんからな、な、矛盾点やらな、適当にお前言ってるだけやろ、お前。適当じゃないですよ、全然。適当やんけ、お前。どこが適当なんですか？どうじゃお前、全然お前な、どこが適当なんですか？え？どこがって、そのどこがの部分もお前説明できてないやん。
な、矛盾点の部分あなたが言い出したことですよ。結局お前は、あなたが矛盾点って言い出したんですよ。僕は言ってないですよ。だからな、お前の話の方、話し方全部が矛盾してるよ。どこがですか？だから、矛盾の意味分かります？最後の話どうやってたらな、ほんで聞きましょう、どうぞって言ったらさ、な、ほんで途中でな、いや、矛盾点があるから、いや、話聞きましょう、どうぞって言ったら、どこが矛ブレ盾ブしてるんレやねん、お前、どっちやの話、最後まで聞くかな。で、また今、どうぞか、お前。はっきりせよ、お前、聞かんねやったら、聞かんとかな。間で口挟むとかな。な、ややこしいんじゃん、お前。え、どういうこと？どういうことです、このまんまやんけ。お前、毎回な、な、毎度毎度聞き直してんだ、お前。お前、これ何遍言うとんの、お前、俺に。な、最後まで、な、お前、聞かれへんねん、あれ、どんなの聞きます、どうぞ、どうぞって。な、お前、ダチョウ倶楽部の、お前、あれか、お前。なあ、聞いてる？どうダチョウ倶ぞ楽部の何ですか？ダチョウ倶知楽部らんやのろ、あれかって何ですか？なんかお笑いでもやってんか、お前。ダチョウ倶楽部の何ですか？なあ、ダチョウ倶楽部いや、のもあっれかじゃ分かんないんやろ、で、お前。ダチョウ倶ああ、楽部の何か聞きどうたいぞ。んで、ダチョウ倶楽部の何ですか？上島みたいなやつか、お前。なあ。ダチョウ倶楽部のな上島って何あ、ダですチョウか？倶楽部の的なやつか、どうぞどうぞって。どうぞどうぞ言われてもな。どうぞどうぞ言われて、俺が、な、いざな、話し始めたら、お前、ぶわ、間入ってくんねんで、お前。なあ、ほんで入ってきてな、最後まで話聞かれへんのかって言ったら、なあ、いや、矛盾点があったんだよって。いや、それはな、最後まで話聞いてからな、おかしいとこ言ったらええんじゃんって。なあ、じゃないと俺もお前の話最後まで聞かれへんしなって。僕の話はないですよ、あなたが質問してきたんで。人の話聞くときってのはな、なあ、相手の話聞いてお互いバー言い合ってもな、無理やろ。なあ、別に喧嘩じゃなくても普通の話すんのでも、相手の話聞いてなあ、で次自分の意見言うんちゃうの。なんで僕があなたと喧嘩する必そん要ながあるんですか？そんな言い訳聞いてないねんって。言い訳？などこが？いや、な、矛盾であるかな、それはな。なあ、あとからとりあえず最後まで聞いてないねんから、なあ、それはな、同じように俺も思うかもしれへんや。何を同じように思うんすいや、か？そっちの話聞いてな。聞いてる？そっち聞いてのます話聞いて、同じように俺もな、矛盾点とかさ、おかしい部分な、感じるかもしれへんや。でもそれは最後まで聞いた上で言うよ。じゃあ、説明しましょうか、もう一回。いや、そうじゃない。だからそれおかしいか？それおかしいと思うの？その、俺の、その話の進め方は。うん。はっきり言って何言ってるか全然わからないです。いや、お互いの話の。僕は、あなたの話何一つ理解できないです。ほんで俺も、だから、今、はい、俺を、あなたが何を主張していて、何を訴えかけていて、だから、何を言ってるのか、何一つ、変えてないですけど、あなたの質問に答えてるんですよ。方言もクソもな、関係あれんの？お前、日本語わかってないやろ、お前。なあ、俺の話し方、まあ、おかしいと思うかって聞いてんねん。はい、思います。な、はい、思います。え、相手の話を聞いてな、そっからな、次自分の意見言ったらええんちゃうんっていう、これおかしいと思うの、はい、お前。思いますね。はい、お前やばいな、お前、人とコミュニケーション取られへんだ、お前、マジで。はあ、なあ、はあ、言ったお前。なあ、お前、それはして、お前、親に教わったんか、お前。人の話を聞くときはな、途中で間な、わって話しなさいって。なあ、わからないことがあったら質問した方がいいよと教わってますけど。なあ、はあ、3桁ぐらいのお前リスナーをお前抱えてよ、お前。はい、誰がお前の教え方すんのじゃ、お前。人の話聞くときはな、間な、途中でな、はあ、なあ、ちょっとあれおかしいところとかな、自分の気に食わんとこあったらな、途中で矛盾点感じたら間口挟みましょうっていう、そんなあれか教え方されんの？聞いたことないぞ、お前。かっこ悪いこと言うなよ、お前。関西ではそう教わるんですか？なあ、わかったお前。関西ではそうやって教わるんですか？聞いてる？なあ、なあ、誰が教わったか知らんけど、お前そうやってな、俺のな、その話の進め方はおかしいと思うっつったやろ？お前の話の話し方のがおかしいやろ、完全に。なあ、いや、そうじゃない？いや、どこがですか？いや、どこがっておかしくない、そんな。いや、いや、そういうふうにお前はあれな、育ってきたんやろ？なあ、相手の話聞いてな、次自分の意見言ってな、それが普通のやり取りやと俺は思ってるけどな、相手の話割り込んだり、自分の話な、自分ばがな、あの話取ってもば途中でな、割り込まれてな、そんな状態だったら話になれへんやろ、まともに。でもそういう話の仕方をな、教わってきたんやろ。だから説明してくださいっつってな、喋ってもな、矛盾点感じたかな、知らんど、お前。個人的に知らんどってなんすか？いや、知らん、なんすか、知らんどうって。まあ、すまんな、関西弁やから。知らんけどな。どう感じたか、矛盾点か。それは別として、はあ、な。最後まで聞いてないやん。はい、その話し方おかしいと思うで。あ、そうですか。まず話し方からや、お前は。な。はあ。
話し方勉強してみ、お前人とコミュニケーション取らへんぞ、お前そんなんやったら。だからお前な、リスナーのな、なあ、ちょっとしたコメントでお前興奮してまうんじゃ、お前。わかるか、興奮してるのあなたですよね。え？何が？その思うの興奮してるって。なあ、思いますけど。お前はな、俺は、まあ、カスやから、お前俺の配信してないから、俺の配信スタイルわからんわな。いや、見たことないんで、あなたが誰かもわかんないですね。いや、そう、うん。だから今説明してんねん。はい、なあ、興奮してますよねって言うから。な、俺はこういうスタイルや。な、興奮はしてないんですね。関西じゃないね。関西弁分からへんやろ。分かんないですね。関西こうスタイルや。な。はあ。うん。関西弁分からへんやろ。だから説明したってんねや。はあはあはあ。うん。これは興奮してるんちゃうねん。あった？ああ、それは。うん、はい。興奮はしてないんです、ね。お前の知らん、お前の知らん世界や。はあはあ。な。うん。お前興奮してると思ってもしてないねんって。はあ、そう、そうですか。はい、うん。レベルが低いよ、お前。もっと。な。聞いてる？いや、聞いてますけど。なあ、はあ、マジで、はい、コメント見てってお前のリスナーのマジで何言われてる知らんけどなあ、うん、はあ、マジお前、うん、お前少なくともな、はあ、うん、いや配信そんなろくに見たことないけど、はい、うん、いやたまたまパッて、うん、俺がふとなんか思った質問しただけで、はあ、うん、こっちからしたらリスナーな、あのリスナーのな、どんな表情をしてな、はあ、コメント売ってるか分からへんって言うとったやろ。そこは僕が言ったんじゃなくて、あなたが言ったんですよ、それは。俺が言ったやろって、でもそれは、な、そうですねって答えたやん。でも分からないですよね。顔見てるわけじゃないんで。うん、それ答え。あ？でもな、はあ、うん。な、大したこと、些細なことで、な、なんか揚げ足やらなんやら言うとったけど、でもな、そんなことでもな、あんな興奮することちゃうで。もっとな、なんかお前、ずしっとお前構えろ、お前。なあ。聞いてる？聞いてますけど。俺みたいなやつは、まあ、コマに言われたらかっこ悪いぞ、お前、マジで。アドバイスをしに来たんですか？僕の配信に対して。え？いやいや、そんなつもりじゃないよ。俺はな、その時に応じて喋ってるから、そんな別になんか計画してとかさ。じゃあ、アドバイスをしてるわけじゃないんですね。お前みたいにさ、聞いてる？アドバイスをしてるわけではないんですね。僕に対して、僕の配信に対してアドバイスをしてるわけではないんでしょ？じゃあ、何をしてるんですか、あなたは。なんでもう一回説明してくれる、うん、はい、僕の配信スタイルに対してアドバイスをしてるわけではないんですよね。だから説明したん今違うって、うん、それアドバイスじゃないですか。違うっていう、上がってそれをアドバイスって言うんですけど、少なくとも東京ではそれをアドバイスって言うんですよ。わかります？わかりますか？それを少なくとも東京ではアドバイスって言うんです。わかります？それは今の話やろな。話の仕方が下手くそや、お前。そういうな、アドバイスするために上がってきたんですかって言ったろ。僕より話うまいんですか、あなたは。そもそも上がってきて、お前全部アドバイスの話したんか、お前。あなたは僕よりも話がうまいんですか。だから、それの、その、な、アドバイスがかな。僕よりも、あなたは話がうまいんですか。え、俺そんなこと言うたん。だから、お前は、話が下手なんじゃって言ったよね。僕よりも話うまいんですよね。お前、上げ足上げ足って言ったけど、なんか必死でなんか俺の上げ足取ろうとしてないか、お前。取ろうとしてないですけど。え？取ろうとしてないですけど。あなたはな、こうこうこうでってな。な、俺もなんか。あなたが言ったことに対して確認を取ってるだけですけど。言ったことに対して分かるよ。確認とか、だからそれは言い訳にすぎんねんて。どこが言い訳なんですか？お前が言う。どこが上げ足なの？お前が取ってくるからじゃないって言ってさ、お前が必死にお前俺の上げ足探したんかな、お前。なあ、もう何言ってるか分からんようになってきてるよ、お前。上げ足を取るっていうのはね。お前さ、落ち着いて喋ってるようにさ、お前なんか、あれしてるみたいけど、なあ。聞いてる？ちょ待ってな。ちょ待てよ。はい。うん。ちょっと、ちょっと待て。はい。落ち着いてなんか喋ってるように、俺も全然画面も見てない状態から。全然いいですよ。構いませんよ。全然。僕とあなたの話なんで。え、構いません。それ俺が言うことな。勝手に突っ込むなよ。なあ。画面も見てない状態から、そっからまだ喋ろうしてんのに、別にいいですよとか。聞いてないから。じゃあ話終わりましたって最後に言ってください。僕聞いてるんで、どうぞ。だからそれ本来、それ何遍言うねん。毎度毎度。それも分かったっつってるやん、俺。終わったって。うん。それ、今初めて言った。終わった、うん、終わったって言ってくださいねって。さっきも聞かんかった、俺。なあ。言えへんかった、自分でそれ。なあ。聞いてる？聞いてるって。なあ。
話上手くなった方がいいんじゃないですか。もうちょっと勉強して。え？何今のミュート？聞こえなかった。もうちょっと勉強した方がいいんじゃないですか。お話の。あ、お前がやろ？あなたが。え？大丈夫お前。まあ、え？ただなんかあれ？またあれかリスナーコメント垂れてんの？条例画面見てないから。チェックしたろお前。なっさけないかお前。聞いてる？なあ。マジで。聞いてる？なあ。聞いてお前ますけど。返事ぐらいせえよお前。聞こえてるか聞こえてないか。どうぞ。どれやお前の顔。お前のリスナーあれやな。それなりにあれやな。それなりにあれや、やっぱり、かっこいい言うかあれやな。なあ、まあ、こういう感じやな、やっぱり。それなりに味方してくれてるや、お前。聞こえてる？いや、聞こえてますけど。どないしたん？元気なくなってないか？大丈夫か？お前、いけてるか？大丈夫ですよ。ほんま？はい、なあ。はい。で、そろそろ、結論というか、あなたの主張を早いとこおっしゃっていい。それも初めから言ってんねん。はお前な、最後になんか、自分がなんか、おいしいとこ持ってきたか知らんけど、なあ。聞いてる？なあ、そういう性格やな、お前なんか、見とったら。なあ、そろそろとか。なあ、ろくにも話もできへんくせに、お前。あなたよりはできると思いますよ。話し方が、タイマー。話し方。誰これ？ピザ兄貴が？ なんで？なんか言った？今。聞こえんかった。もっぺん頼むわ。何も言ってないです。あ、何も言ってないの？はい。ほんま。あ、もう落ちてほしい。しんどいか？いや、全然いいですよ。あなたおっしゃりたいことがあるんですよね。いや、もうないで。もうもっないんとです勉か？強、人の話はお前あれやろ？間挟んでお前な。話するようなな。それ、あれ、そういう、あれやろ？教わりがしたんやろ？聞いてる？聞いてますよ。話つまらないなって言われてるで。つまらん、話つまらんかもしれんけど、俺からしたら、マジで。なんか、ああ、しんどみたいな感じのさ、あれ、なあ、態度取ってるか知らんけど。逆になんか俺にバーって言われかったん？俺にバーって言われんかったってなんすか？いやいや、バーってあれやで。関西弁やからそういう感じになってまうねんけど。なんかこう、何？わかる？できれば標準語でお願いします。標準語？ちょっはい。とわかれへん。ほとんど伝わってないの？ほとんど伝わってないどころか何もわからないです、僕は。あなたが。何？なんていうの？ちゃんと返事返してくれてるやん。はい？わからんときは、ちゃんと、今のわからなかったですって言うてくれてるやん。だから、ずっと僕はわまあ、かもっらと、ないっもって言っとて言るわんでいすてよ。こな。要約しますよ。あなたが喋ってる間、ずっと僕はわからないっていうことを言ってるんです。だから質問と確認をずっと続けてるんです。僕は何も主張してません。あずっなたがおっと？しゃってることが何一つわかずっらとない続かけてないら、お前。質ずっと問を続け続てけてるない。なんでおだ前けでポイす。ントでお前俺に聞いてるやんけ。だからずっ聞いとじてゃる、ないだよ。からお前聞いてちゃんとますおよ前、ね。ちゃんだからとおそう前言っポイてントるじとゃしないでてすお前、か。あな、なちゃたんがと何を言ってるかわからないから聞いてるんです。あなたが言ってる聞いことて、は何一つわかりません。それに対して聞いて答えても、なあ、聞いて答えても、君は人の話を最後まで聞けないから、なあ、聞こえてる？聞こえてますよ。最後まで聞けないから、途中で間挟んで、なあ、そうやって俺に突っ込んでくるしか、話の仕方ができへんやろ、お前。マジで。情けない。マジで、あれ？トツとか基本的に上げてるって、こういうのちょこちょこあんの？ちょっと話、あ、あちょっりとそまれすだけ。よ。悩み相談とかいろいろ。
あそこはもうジャンル問わず。はい。ああ、こういうなんか俺みたいななんか文句やつおらへんの？うん、たまに。あ、おるの？はい。うん。逆にもうそういう、まあ、タイプは、な、当然ちゃうと思うけど、はあ、それに対して、納得したことってあんの？逆に。納得っていうの？ああ、リスナーさんの言い分に納得することですか？いや、違う違う。なんかそういう凸で、お悩みとか、あるったけど、逆に、な、こういうなんか俺みたいにさ、うん、ちょっと、愚かしんちゃうとかさ、俺みたいなそういう凸もあるやんか。はぁ、あ。うん。それに対しては、あれな、自分が、いや、それおかしいですっていう認める部分も、そういう部分もあったことあんの？うん、たまに一回だけありますね。あ、一回だけや。はい。うん、そこはちょっと聞いてみたいな。ウパニシャット哲学について矛盾を突かれたんですよ。え？ウパニシャット哲学について矛盾を突かれたことが一度あるんですよ。何哲学ってちょっと分からへん。何それ？ウパニシャット哲学。何それ？ちょっと分からへんわ。教えてそれ。バラモン教の基礎になってる考え方の哲学について。要は輪廻転生とかあるでしょ？どんなバラモン教で、それはちょっと分からへん、俺も。で、なら、いいです、いいです、いいです。はい。うん、まあ、その点について。大丈夫？リスナーのなんかコメントでだいぶあれか？影響される感じのやつか？和藤さんって。大丈夫？何が大丈夫なんですか？影響されるって何がですか？いや、影響されたりせえへん？こう、メンタル的に。大丈夫？いや、全然大丈夫ですけど。あ、ほんま？うん、よかった。はい。うん、しんどかったら言うや。勝手落としてええで、構わへんで。いや、結構です。どうぞ言いたいことをおっしゃってください。いや、別にないで。僕ずっと待ってるんで。うん。何もないですか？え？逆になんかある？何もないです。僕あなたのこと知らないんで。ちゃんと話せるように、な、さっきも言ったように、な。あなたは、その辺に転がってる石ころについて何かありますか？僕は少なくともないです。僕はあなたの名前も知りません。どこに住んでるかも知りません。興味がありません。うん、それは、うん。それは同じ意見、俺も。せやろ？そうですか。うん。はい。そうですかってない、そうやろ。そうですかってないやん。そうやんけ。あ、そうですかって言ったらなんで噛みついてくるんですか？え？僕も同じ意見ですって言われたんで、そうですかって言ったんですよ。それなんで噛みつかれるんですか？いやいやいや、そのなんか開き直るようなさ、なんかよう分からへん。それどういう表現なの？そうですかって。文面通りですけど。いや、俺も一緒やんけ、つって。だからそうですかって答えてるの。あなたも一緒なんですねって意味でしょ。日本語分かんないの？なんで？日本語分からないんですか？いや、もう今同意しましたよね。そうですねって。え？そうですかって言ったよ、お前。うん、そうですか。でも同じでしょ。同じじゃないよ。全然ニュアンス変わってくる。いや、変わってないですよ。全然変わらない。いや、それはだからお前のあれやろなあ。少なくとも東京では変わらないです。あなたの国ではどうなのかは知りませんが。え？国じゃないよ。そんな、住んでる地域とかさ、県とかな、風とかによって違うよ。あなたはどこの国にじゃあ住んでるんですか？何？あなたはどこの国に住んでるんですか？国？何言ってんの、お前。だ、国。どこの国の国籍を持ってらっしゃるんですか？大丈夫お前。話聞いてる？なあ。あなたはどこの国の国籍を持ってらっしゃるんですか？いや、日本国内の話の。うん。だから日本語で喋りましょうよ。うん？日本語で喋りましょうよ。喋ってるやん。お前、標準語やろ？俺は関西弁。それ、な？そこまで理解してんのにさ。なあ。なんかお前、物忘れ、なんか忘れたか知らんけど、なあ。聞いてる？聞いてますよ。地方とかなんかか、お前。な聞いてますよ。あるタイムか、お前。なあ。なあ、俺、おちょくってるつもりか、お前。おちょくってないですよ。なあ、なんや、お前。日本国民なんでしょ。だったら、分かる言語で、分かる言語で喋るべきなんじゃないですか。僕が言ってること間違えてますよ。お前も全然分かれへんわ、マジで。うん。疲れるやろ、俺と喋ってた。疲れるやろ、俺と喋ってた。付き合うよっつってたよ、お前。聞いてる？聞いてる？聞いてますよ。聞いてますよ。うん、あれへんか？いける？全然いけますよ。はい。まあ、どこまでいけんの？別にあなたが24時間今から話したいんだったら、とことん付き合いますよ。マジで？はい。
ウゼットも落とすってやめとけってお前、うん、僕は構いませんよ全然。やりますか、あなたがネイアベルまでやりますか、やりますかと、やりますかって言うほどお前何もできへんからお前僕は先ほどから主張は変えてません。あなたに対しては何の関心もありません。やりますかじゃなくて、うん、なあもうそんな主張終わったんやな。それに対してはな、もっとな人との話し方な、なあ勉強しろよっていう言いたいことありますかってそれ言ったや。僕よりもトーク上手い自信があるんでしょ。え、そうですよね、勉強しろってことは僕よりも話上手いんですよね。うまいんですよね。ああ俺は、俺は個人的にはそのまま持てるよ、当然。うん。うん、ああ自信持って言ってるもん、お前より。なるほど。お前みたいに自信ないやつじゃないよ。じゃあ質問を続けてもいいですか？じゃあ質問を続けてもいいですか？お前もっとシャキッとしてるよ、お前。じゃあ質問を続けてもいいですか？なあ。質問を続けてもいいですか？質問？質問。うん、ちょっと、ちゃんと発音して。質問。うん。うん。だたらずに、お前。そうそう、したったらずの、うん、伝わらない？した、何？質問をしてもいい？構わへんで、うん、どうぞ。あのどうぞ。俺よりもさ、あのトークが上手いんでしょ。で、俺に勉強した方がいいよって言ったよね。どんな勉強すればいいの？え？どんな勉強？いや、分かれへん。俺はもうそういや、もう自然にな、うん、自然にそういう風に、うん、そんな話し方で教わってないから分かれへんわ。わからないことを人に問いかけたの？いやだって俺お前とのまだ全然違うもん、あの種類が。なんか同じ種類のやつにちょっと相談したらいいんじゃん。自分と同じような種類のやつ。相談をしてるわけではありません。あなたが僕に問いかけたわけでしょ。それを具体的に説明してくれるって言ってんの俺は。誰に相談したいのって俺に相談してんの？相談はしてねえっつってるな俺に相談してる感じや。聞いてる？誰に教えてもらったらいいんですかって相談してんの？あなたが勉強した方がいいよっつったから、何を勉強って、誰に相談じゃなくていいの？また話が分かってないの。誰にって話してないの。どこをどう勉強したらいいのって聞いてんの、俺は。え？また履き違えてんの？脳内変換しちゃってんの、君は。いや、お前やろ？お前の言い方が、な？うん。分かりづらいから、うん。それなりに俺が理解して、理解してないの君だけだよ。それがやっぱお前が言ってることと、思ってるあれと違うかってんやろ、うん、だからちゃんと伝えろってお前。伝えると思うよ、伝わるから。全然伝わってないよね。お前が言ってることかな？はぁ、あ。うん。しかもいつまで付き合うよって、うん。大丈夫お前。飲み物ばっか飲んでお前。うん、大丈夫疲れてきたお前もう現れてんぞお前、まあ、疲れてますよ僕はずーっと疲れてますよ。疲れてんのお前、それで付き合いますよってお前。全然付き合いますよ、あなたが納得するまで。お前疲れてなんて正直にさ、お前ちょっとしんどいからさ。いやしんどいっすよ、もう用がないんやったらなあれやとかさ、僕今現時点で雑談配信16時間やってるんですよ。素直に落ちたるからさ。僕は16時間雑談をやってるんですよ。あなたの喋る喋らない以前から疲れてるんです。急に落とすやつがあるやんけ。いやだから落とさないって言ってるんでどうぞって。そうな、言いたいことあるんでしょ？ないよ。ないの？うん、言ったよもう。はあ。うん、そうですか。暇つぶしも暇つぶしやって。ああ、お前の顔全然構いませんよ。全然暇つぶしてください。あ、ほんま。はいこんなヘボいやつおったんや。お前ってなんか焦りとかさ、なんかあのそういう表情なんか分かりやすいなお前なあ。あ、そうですか。うん、マジで見とったら分かるわ。はあ。ブロック解除されてる。やっぱ閲覧欲しいんだ。わら。だっせ。きっしょ。パッと見たコメントに笑ったっていう。笑い方キモい？マジで？お前の代わりに俺がさ、コメント読んだるわ。あ？一人で？笑うの怖いんだけどって、マジで？思い出し笑いとかって一人で笑えへん？マジで？お前そうせえへんの？お前。誰や？
さやとかいうやつ。思い出し笑いとかって一人で笑うだろ。うん。ちょっとお前、アホやで、ちょっとコメント。うん。大丈夫、俺代わりになんかコメントさばいてるけど、大丈夫。どうぞどうぞ、勉強させていただきます。どうぞ。え？いや、俺暇つぶし。勉強させていただきます。暇つぶしにどうぞって言ったからさ。どうぞ。うん。うん、誰かおらんのか？キモって。いや、お前のキモい。お前上がってこい、ほんなら。上がれるか、お前。サヤとかやつ。なあ。聞いてる、お前。なあ。コメントではなんぼでも言えんねんって。なあ。普通に。なあ。コメントが、コメント、ねえ、コメントじゃあさ、いいですか？なんで？いいですか、うん、コメントじゃ、ね、説明しきれないからトツかけるって言ってコメントでは何でもかけるってどういうことっすか。疲れた。え？だから上がってこうやっつってるよ俺。何やお前、俺になんか好きに喋ってって言ってるの。あー、すいません、どうぞどうぞ。何お前、途中途中でちょっと休憩しときよお前。え？なあ、なんかあれな、やっぱりどうぞ言いながらもやっぱりちょっとあれな、挟み足らんの、やっぱり、性格上。なあ。え？おう、特命、おう、気分や花道や。おいっすっす。おはようさん。おはようさん！弱ってきたって。あんたみたいなの喋りたくないって。へ、うん。喋られへんよ、お前は。なあ？うん。そんな度胸もないって。うん。お前は、そう、サイドかやつ。誰？お前、ちょっと見せろよ、お前。どれこれ。いけるお前。大丈夫お前。最近お前やりだしたん。広いかかこれ。いける？関西人しつこいねって。関西人全員じゃないよ。うん。その言い方ちょっと荒れちゃうか、うん、もし関東の人間やな、一人気象やつおったやん。うん。関東人ってなんか、うん。あれやな、みたいな。そんな言うても一緒やぞ、お前。今書いたやつ、お前。なあ？ちゃんと考えて書けって。なあ？マジで。うん。全員が全員じゃないから。なあ？あかんな、センスないな。うん。ワードリスナー、ディス？ディスじゃないよ。うん。いや、ちゃんと俺な、断り入れてるもん。俺がさ、うん、コメント、うん。俺やな、これ。俺ちょっとコメント返してもいい？いやいや、そんなん。あ、わかったわかった。あ、いいの？俺喋っていい？うん、ちょっとじゃあ、俺、リスナーさんに。喋らせてもらってるみやからさ。うん。リスナーさんにちょっと一言返したいから、少しの間、俺が喋ってる間、絶対口挟まないでくれる？あ、了解っす。OK、ありがとう。スーヘイさ、トツ切りましょうよって言ったじゃん。なんでこのトツ切らないか、教えてやるよ。こいつトークうまいっつったんだよ、俺より。ね。で、俺に勉強した方がいいっつったんだよ。どんだけ面白いトークしてくれるかさ。見たくね？多分めちゃめちゃ笑い取ってくれるんだよ、こいつ。ここにいる520人ぐらいのリスナーを大爆笑にして、今すぐ全員フォローして、ね。大爆笑させてくれんだよ。めちゃめちゃ楽しませてくれんだよ。俺は見たいけどね。みんな見たくない？俺は見たいけどね。ここにいる520人が大爆笑して、この配信者全員フォローするところ。ごめんね、コメント返しちゃって。どうぞ、続けて。あ、大丈夫、大丈夫？あ、いける、いける、いける感じや。えらい、えらい、なんかあれやな。えらい、俺の方に持っていったんやけど、お前。勝負に出たな、お前。聞こえてるか？えらい、ちょっとお前元気出てるやんけ、おい。おい、バド、バドって。俺に言ってんの？バドって。いや、俺勉強するから。えらい、俺もリスナーに回るから。いやいや、お前えらい煽ってますね。楽しませてもらうよ。さけな、お前。じゃあ、リスナーに回りますね。打ってないだ、お前。なあ。全然普通に喋れるよ。そんなおもろいことはできへんで、俺も。おもろいことって。え？爆笑マナーだって？いや、おう、わだわだ。わだって、あれ？なんか真っ暗になったぞ、いけるか？あれ？いける？聞こえてるか？
あれ聞こえてんのこれ。何俺呼んでんの？俺のこと呼んでんの？いや、そうやろ。お前枠にしないから。いいよ。楽しませてくれんだろ。勉強するから。お前ちょっとさばけよ。さばけよ。いいよ、いいよ。俺は勉強させてもらう。さっきコメント拾ったの。続けて。笑わせてくれんだろ。勉強させてもらうわ。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと俺もタバコ吸わせてくれ。勉強？マジで？あ、俺みたいな勉強してくれんの？マジで？多分、うん。ほな、俺勉強して、あれな。ちょっと俺の、あれ、トークの仕方をちょっと盗むって感じじゃん。え？聞いてる？そんなつもりないの？つもりなかったらやめとった方がええで。まずお前関西弁じゃないやろ。無理やろ。いけんの？俺にこう、降ってきたけど。なあ。全然普通に喋れるけど。お前みたいに人に振らんよ、俺は。なあ。ワドちゃん。ワドちゃん。ちょ、待ってな、マジで。タバコ吸わせてくれ。あ、ちょ待てよ。タバコ吸わせろってな、ポニーちゃん。ビビビちゃん。話のつまらんとっちゃって。マジで？つまらんかったよ、そいきや。つまらんかったよ、そいったへんや。そやろ？つまらんとこわざわざ聞くな。俺がつまらんやったらお前わざわざつまらん話聞く必要あれへんかな。な？早くトークしないとしてるやん、今喋ってるやん、ちょっとずつな。あ、まだタバコ火つけてないから。心臓のドキドキ感、ドキドキ音が聞こえるぞ。マジで？聞こえんのマジでお前、タクヤ。うせやん。それお前のし、自分の我がの心臓がお前ドクドクして聞こえてんじゃん。聞こえるわけないやろ、お前。頭悪いんか、お前は。おー、ルパンちゃん！ウィスウィス。ギャンちゃん何してんのって。ルパンちゃん。いやいや、このワドってやつがなんか、え？知らん。知らん。俺に振ってきよったやん。急に話いいっすか言うて。リスナーになんか、全員フォローさして、な？なんか、爆笑のなんかさせれんのちゃうかみたいな。なんか、ばあ、俺に煽ってもうて。え？お前の枠ちゃうやろ、ボケって。いやいや、それはお前、ワドに言えよ、お前。な？ワドが俺に何か言ってきたから、俺は適当にな、お前らのコメントを、な？俺の目に入ったやつで、な？拾ってるだけ。どの辺が面白いのって？知らん。お前のコメントは全く面白くないけど。お前おもろねえなって？嘘やん。ふふ。いやいや、そんなことはなんかもっとなんかあれやん。いやいや、別に面白い話とか用意してないもん、俺。え？なあ。うわ、こんな感じや。すごいな、これ数。まあ、540人ぐらいおんもんな。滑ってるって。いや、滑ってるって、滑るような話してないよ、まず。大丈夫か、お前。これ誰？お前目立つな、お前。これない？え？なんていうの？これ、ユイガか。こいつ都合の悪いコメントから全部逃げてる。ガチ垂れて。いや、いや、お前上がってみれよ、お前。なあ。いや、マジで。流れるか拾いにくいから。お前一人のコメントちゃうねって、お前、ユイが。オフィシャルユイがあって。なあ。マジで。聞いてる？なあ。オフィシャルユイが。なあ。オフィシャルユイがあった、お前。喧嘩売ってないよ、普通に。喧嘩売ってないよ。で、面白い話はあって。お前よりマシって？いや、マシって別に比べてないよ。もう飽きた、マジで。ほな、飽きたやつちょっと落ちた方がいいぞ。マジで。トーク力ゼロの関西人、マジで？つまらん、つまらんと落ちた方がいいって。
うん。引き笑やめて、キモい。だからキモいやつは落ちたらええやん。うん。ほとんど消えていくんじゃん。マジでどんだけ消えるか試したいわ、逆に。え？トイレ？お、行ってこい行ってこい。おもろいな話？ないない、そんなん。うん。贅沢なって。な？俺自体がおもろいから。うん。話せんでも俺自体がおもろいから。うん。マジで。え？和道さんと起きたらギャンちゃんの声聞こえて笑った。いや、それは笑うやろ。な？俺の声聞こえるだけで笑ってまやろ？ルパンちゃん。うん。そうやねって。そうそう。すごいな、これ、やっぱり。なあ。いつも通ってるコーラかな、やっぱり。枠。いや、拾いきれんやろ、それ、お前、米って、お前。どんな、な、こう流れてる、お前、米全部、お前、拾えんのか、お前。誰や、お前、今書いたん。え？スッチ言うやつ、も誰や、お前。もうこんなお前拾ったらすごいぞ、お前。無理、無理。マジで。なんかリプしてる、こいつ、サヤとか、和道さんやる面白い話。何これ、アメリカ人、これ。え、なんかお前、俺になんか文句言ってんの？面白い話なし、コメントから広げられない。そして、リスナー、和道さん見に来ている。わらわら。わらわら、どう、え、メンタルすぎる。ん？どういうこと？俺言ってんの？お前。なあ。こだれ？あ、ガチやん。モグラ。うん。え？お、兄貴。いや、それ和道に言えよ、お前。面白い話って。なあ。マジで。調子乗んなって、お前、ほんま。なあ。知らへんけ、お前。お前代表して言うなよ、お前。ギブ？もうギブ？え？笑い取ってやろうか。びっくりした、びっくりした。なあ。おう、え？出てきた？手本見せてやろうか。ちょっとあれか、休憩して、ちょっとあれ？一息したら、手本？いいよ。いや、まだ、あのリスナー笑わせられる自信あるんならもう5分とか10分とか、うん、別に1時間後に笑わせられるなら待つよ俺は。いやいやいや、お前がそう笑わせる方向に持っていたから。いいよ、俺は全然笑い取れるよ、悪いけど。いや取れたとしても、そしたら負け認めんの？いやいや、負けってなんや、なんか急にバトル。分かった、じゃあ頑張って。バトル、え、どう、負けってなんな、負けってなんや。おい、お前結局リスナーだよりなあ。え、リスナーだよりか、お前。なあ。聞いてる？なあ。頑張ってじゃあれへんねんって。お前リスナーだよりやんけ、お前。なあ、自分のマリスナー味方につけて、お前。そんなお前。そんなもんお前いけるか、お前。なあ。お前やばいな、お前。コス、お前コスやっちゃな、お前。え、げつな、お前。マジで。いや、全然いけるけど、俺は。いや、聞いたりとかせえへんで。うん。笑かしてやろうかって。お前、ほんまあれやな。せっこいな、お前。こっすやり方や。特命、気分や花火師。え？おい、クソ突者、お前何も面白くないぞ。ごめんだなって。お前、青の上がってみろよ。お前言ってみろよ、なんか。面白い話って、おい、そんな話、お前、するとは言ってんだ、お前。こいつが、お前、急に、お前、ちょっと、お前、リスナーさんに話したことあるから、黙ってくれる、その間、言うて。急に、お前、わけわからんこと言い出してんやんけ。聞いてる、お前、そのくだり。大丈夫か、お前。なあ。お前ら、なんか、なあ、この500何人中な、何人か、お前、コメしてる知らんで、流れてるから。なあ。逆に。うん。聞いてる？聞いてる？聞いてる？いや、聞いてる、わらわらって聞いてないよ。おい、3B？ BBB？ 何もう多く稼げたって。棒読みくん？あ、棒読みしてんの？マジで？お、俺コメントしか見てないわ。聞いてる？聞いてる、さっきからうぜえわ。ん？おい、おい、クソとってたのに、諦めてうせろ、ゴミかすって。なんかあれやな。え？
大丈夫か、お前。大丈夫か、お前。死ぬなよ、お前。もう口開いとるから、口も防げよ、それ。口も防いどけって、お前。え？何よ、今の。お前、やり方汚ね。汚な、お前。顔芸？顔芸や、お前。なあ。顔芸や、お前。顔芸や。そっちで来る？顔芸？え？突っ込み面白く、え？どういうことって？突っ込んでみろ、お前なんか、お前。突っ込めた？お前なんか。基本的にわらわらとかじゃないの？なあ。なあ、突っ込んだ、お前。さやとかやつ。お前なんか目につくな、なんか、お前。しょうもない、お前。なあ。なんか、え？何が汚いのか。助かります。いや、お前助からんでもいいよ、別に。な？え？おいギャーンって、ワドのファンと言え。ファンじゃないよ。え？それでも？笑い取ってるの間違いなしって？まあな？ワドのな、リスナー、な、お前ら。いや、それに対して、笑い取ってるのは事実よ。そらな？なんて、何しのあんたが来たんですかって。あ、お前把握してるやろに、そういうコメントしてる感じや。誰かに聞けよ、お前。なんかリプターに飛ばして。な？しょうもないやつ。え？無言やめて、え？俺喋ってるって。聞こえてない？マジで。すげえ。え？これ聞こえてないの？ちょ、これ聞こえてなかった。お前、ちょ、返事してくれる？ワード。なあ。ワード？なんだよ。あ、聞こえてる感じや。え、何？いやいや、聞こえてない感いじや、か待っなってて。るんだけど、君が、いね、やいや、トー聞いクてをコ教えメンてトくしれたるら、わなんけだかな。無言とかなんかそう見えたから、待ってる、何大も丈夫、言聞いてるから、勉強してるから、頼むよ。えへへ、勉強してる感じや。ほんま。してんの？お前、あれやな。こっすいな、お前。頼むよって。お前、なんかそれでお前、俺がなんか、あれ？減らっちゃうと思うの、お前。なあ。甘い甘いって。甘いって、お前。なあ。ちょっと俺の力見せたるわ、みたいなな。なあ。この閲覧で。なあ、俺一人な。凸上がって。なあ。笑い取られへん。関係あれへん、そんなもん。なあ。聞いてる？なあ。ワード。そらお前な、自分のお前。枠でお前。え？なあ、リスナーお前こんだけオッケー、おそ前の枠行こう。お前の枠広げて。え？ね、お前の枠でやろう。お前のフォームでやろう。俺見に行くから、今から。いや、お前の方もじゃなくて、俺おの前枠のだリとス気にナー入らねえんが、だろ。お前の枠行くよ。みんな行ってやるよ。お誰が前言っの枠てんだ今よ、からみんな行ってやるよ。お前のフォームだったら爆笑なんだよお前。いや、な。それやったらいいねんって。いいな、よ、枠ホーム開じこうゃなぜ。くふわっちでやってんだろ。て、ホームで、だからな、いいよ。お前のフォームでやろうよ。見に行くよ、俺。え？勉強させてもらうわ、30分間。お前のところでやろうよ。開けへんの？お前のリスナーが来んやったら一緒の動きやで。もう行く行く。わかっ今て枠る？開きな。だから。一回開け全員移る？動いや、してやる開いよ。たるよ。開いたるでな、もうでも。うん。開かれと思ってんの、お前。いや、開な？かれへんのじゃなくて、お前の枠でやろうっつってんの。いや、もうやるけどな。お前のリスナーついてくんやったら一緒の動きになるでって。いいよ、大丈別夫？に。全然大丈夫だよ。ふわっちのアカウント持ってんだよね。いや、持ってるよ。うん。じゃあ開けな、今枠。大丈夫って、ほんならあれな。同じ、何のために移動すんの？何のためにって、お前が言ったんじゃん。和道の枠だから笑い取れねえって。自いや分いのや、だホーかムのとら、ころまあ、だったらそうでなきの。るんだろ？お前の枠やし、な。な、当然お前のリスナーもおるから。だからお前のリスナーいるところで勝負しようぜ。そしたら爆笑させてくれんだよね。いや、無理。動き一緒やって、このまま流れてくるだけやん。理解できてる、お前。なあ。
俺、お前みたいに、じゃあ俺がお前の枠でやってやろうか。なんだお前みたいにさ、3桁もリスナー抱えてないから、じゃあいいよ。俺がお前の枠で、トークだけで笑い取ってやるよ。それは負けるって俺、お前。だからいいよ、いいよ、いいよ。お前の枠でやろうよ。俺、仮想枠やからさ、聞いてる？なあ。お前が俺に勉強しろっつったんだよな。いや、俺、仮想枠やから。仮想枠なんて聞いてねえんだよ。お前が俺にトーク勉強しろっつったんだよな。なあ、聞いてねえとかじゃないやん。うん。聞いてねえ。お前が言ったんだよな、俺に勉強しろって。トークの。え？うん。早く勉強させてくれよ。早く勉強させてくれよ。なあ。お前個人的にな、個人的にま、あれやん。うん。個人的になんだよ。リスナー連れてくるくらいやったら。な？何？リスナー連れてくれない、それやったら。だからいいよ。告知打たないでお前の枠でやってやるっつってんだろ。関係ない、関係ない、関係ない、そんな。何が関係ないの？どういうこと？何が関係ないの？リスナー頼るから。リスナーに頼るってなんだよ。だから告知を打たないでお前の枠でやってやるっつってんだ。笑い取ってやるよ。マジで？うん。あ、ちょっと俺の枠上げてくれる感じや。うお、出てきた、急に。お前、なんかデカン出てきた。テルチャンピンが俺の枠でやってやろうっつってるよ。誰？テル。青山？おう。どこ？青山、青山。俺の枠でやってやろう。マジで青山。うそやん。マジか、青山。お前の枠？俺の枠でやってやろう。なんだお前。お前のトークから何を学べばよかったの？だいぶ黙ってたけど。え？お前のトークから俺は何を学べばよかったの？意味の捉え方違うよ。なあ。お前の話の仕方がち、な、おかしいって言ってるだけ、ね。なあ、お前は今やってる方違うよ、全然。なあ。大丈夫か、お前。いや、お前それでな、なんかな。なあ、俺が食らっちゃうと思ってるやろ。なあ。何を言ってんの？なあ。お前が俺に勉強しろっつったんだよな。一人でな、逆にな、なあ。なあ逆、なあ逆でお前が一人の状況やったら、お前多分秒殺やって、お前みたいなメンタル弱そうやし。お前、アホだろ。お前、アホだろ。お前がアホやって、普通に。俺、ゼロからやってきたんだよ。4年かけて。聞いてないって、お前は。お前と一緒。ゼロからやってきてんの。え？いや、お前と一緒ってさ、俺な、俺がアカウントある、な、あるかないかもな、把握してないのにな、お前と一緒ってさ。お前、自分で配信者っつったよな。アカウントあるかどうか確認するも何も、お前自分で俺、仮想配信者だからって言ってんじゃん。え？それは後でな？後じゃなくて、俺も配信やってるって前のトークで言ってるわ、お前。自分の話したこと覚えてねえんだよ。それだったら聞くなよ。同じこと。聞くなよじゃなくて、お前がね、確認を取ってないっつったんだ。いや、それだったら覚えてんやったら聞くなよ。覚えてんだったら聞くなよじゃねえよ。なあ、ちょっとお前さ、俺が言ったことさ、バカすぎるだろ、本当に。なあ、聞いてる？ちょっとお前さ、いや、聞いてるけど。乗ってきたと思った？ちょっとリスナーも、ちょっと落ち着いて、な？一息してお前な。なあ、リスナーのコメントもちょっとええ感じでさ、自分の波に乗ってきたって感じか、お前。全然違うわ。むしろ俺はコメントないタイプだわ。お前、アホだろ。俺はコメントなくて聞かせるタイプだわ。なんて？いや、お前基本的にはお前リスナーにな、うん、頼る感じのスタイルや、お前。全然頼ってねえわ。いや、頼ってるよ、お前。どこが頼ってんの？え？いや、頼ってるよ。どう頼ってんの？とりあえず見てて。いや、頼ってるよ。おリスナーさん、今から笑かしてくれるみたいだから、みたいなな。頼ってないでしょ。お前が言ったんでしょ。お前の勝手な。お前が俺に勉強しろって言ったんだよな。いやいや、笑かすなんか言ってないやん。お前の話し方が、な。うん、じゃあどう、何を勉強すればよかったの？教えてくれよ。何を勉強すればよかったの？お前から。説明したやん、お前。なあ。じゃあ何を勉強すればよかったの？何も学びがなかったんだけど。うん。うん、何を勉強すればよかったの？いや、お前でももっと学ばれないよ、逆に。あ、そう。だから成長しないんだろうね。お前がな？俺が？成長せえへんか。うん。うん。マジで。どこを勉強すればよかったの？じゃあ、君のトークから。なんて？君の。いやいや、トークじゃなくて、な、うん、トークよりも。トークじゃないんだ。トークじゃないの？人の話の。トークじゃないの？人の話を聞き方な？マジで。何？お前トークを学べっつったんだよ。
もう全言撤回、トーク学ばなあかんよ。全言撤回、負け認めんの？人の話の聞き方も順序も分からへんから。何人の話の聞き方って。自分から話してもええや、別にな、うん。お前から話したらな、次相手の話を。俺ね、人の話を聞くのが仕事じゃなくて、人に話すのが仕事だと思うんだけど、配信者は。間挟むようなさ、お前みたいなクソみたいな話の仕方やったら、ヘボいよ。だからリスナーにな。今みんなな、今からギャンブラーが笑かしてくれるか、爆笑取ってくれるかなってさ、なあ、そういうな、リスナーに振る動きしかお前はできへんっていうな、聞いてる？聞いてるけど。タバコ吹かしてお前な、一丁前にお前。なあ。お前もタバコ吸ってんじゃないの？タバコつけてんのだお前。どこがタバコつけてんの？一択ある。え？なあ。大丈夫かお前。いや、大丈夫だけど、お前が大丈夫かよ。お前やって、うん、急にお前、ああ急にお前元気になったお前え？なあなんかお前激しいなお前どうしたグラサンかけて眼鏡か目悪いんか目悪いけど何かもう勘弁してよ勘弁してやもう君から学ぶことは一つもなかったよお前から学ぶことはないしむしろマイナスやったよお前が俺に学べっつったんだよバカうん、俺はお前に学べって言ったよ、当然。うん。何を学べばよかったんで、教えてくれよ、そろそろ。え？うん、何べも言わせな、同じこと。な？アホみたいに。な？に、聞いてる？な？聞いてる。まあ、お前は1回では聞かれへんけどな、当然。2回、3回言っても聞かれへんわ。うん。まあ、もっとそもそも人の話でもさ、最後まで聞かれへんから、な？ところで、君は誰なの？え？名前は？え、そういう感じで来る？そういう感じって何？君は名前はなんて言うの？いや、それ、いや、名前の、名前が教え、名前を知りたい。いや、わかるよ、それ。え、見られへんの？見られへんのよ。見られへんの。そうな。おう。マジで？うん、君、名前は？ある意味ギャンブラーですね。言うな、お前。え？おい、ピザ。クソやろ、お前。ん？名前はなんて言うの？え？何？コッペパン。コッペパン。うん。コッペパンス。コッペパンスは。お前、俺お前ピザお前兄貴お前気色悪いなお前腹立つお前ピザいいかお前。ええお前。あんま、くっそみたいな。え？え？青山もお前、友様ってないよ、お前。え？なんで？コッペパン笑う。コッペパンやで？コッペパンやった俺。ああ、ギャンブラー？ああ、コッペパンな。今は。解明しているよ、そんな。ギャンブラーってしてるやつおる感じや。あ、ごめんな、勝手にちょっと喋って。いけるいいよ、全然。あ、ちょっと、アイテムこじらせてもらっていい？定期的にやるんだけど。うん、すいません、皆さん。アイテムよろしくお願いします。もしよかったらアイテムください。ちょっと、2時間ぐらい潰れちゃったんで、よろしくお願いします。風船1個でも構わないんで、応援してもらえると嬉しいです。テルチャンピンドルフィンありがとうテルチャンピンありがとうサンキューアザースフル、フンボルトペンギンありがとうございますマキルさんありがとうリーさん風船ありがとうニャコさんくま、隠れ熊の実ありがとうリーさん風船ありがとう風船5個ありがとうなんて読むんだろうごめんね海蔵さん、ペンギンありがとう。ごめん、アイテム多いね。テリヤキチキン、風船ありがとう。タンタンさん、風船ありがとう。ユナチ、風船3個ありがとう。タンタンさん、風船ありがとう。タンタンさん、風船ありがとう。サボちゃん、ありがとう。風船、あ、花火10個ありがとう。ユナチ、風船3個ありがとう。多いね。タンタン、風船ありがとう。タンタン、風船ありがとう。お兄さん、風船4個ありがとう。ごめん、アイテムが多くて追えない。ちなみさん、花火ありがとう。メリンコさん、ハートありがとう。かずみさん、バーガーありがとう。風船、たんたん、たくさんありがとう。なんて読むんだろう。キヨンさん、風船10個ありがとう。たんたんさん、風船ありがとう。ぶっぷくて、ありがとう。花火ありがとう。ファボスさん、花火ありがとうございます。ごめんね。
マイさん風船ありがとう。ブブペコクシー風船ありがとう。サヨさん風船ありがとう。ジェイさん風船ありがとう。タクさん風船2つありがとう。ラリエさん風船ありがとう。コッペパン風船5個ありがとう。みかんさんね、みかんさん風船5個ありがとう。トモさん花火ありがとう。サーボちゃん風船ありがとう。コッペパン風船5個ありがとう。チンアナゴプレゼントありがとう。隠れプナクマの実ありがとう。マルさん風船5個ありがとう。それでは引き続きトークをお楽しみください。どうぞ。今の良かったね。今のいいよ。なかなかすごいやん。楽しかった今の。楽しかった今の。用意するね。用意するね。マジで。ああ。コッペパンもちょっと、うん。コッペパンも楽しんだよ今。うん。え？テンションのさ、うん、うん、お前ギャンちゃんも見習おうや。ほう、びっくりした俺マジで。ほんまびっくりしたって。ああ、俺ギャンブラーやで。青山、俺や。なんや青山、えらお前リッチな子来てるやんけお前。え、いるかなげてお前。そうだよって。ああ。え、コッペパンなんて？なれんなれんそんなもん。ああ。もう笑い方や。え、ギャンギャンギャンブラーって？この人喋り下手すぎって？マジで？ああ。自爆やってるよ、もう。かそってるから暇やねん。だからこういうとこ遊びに来たいやん、たまには。な？あなた何様だよって、どの立場で物言ってるわけ？別に何様じゃない、俺の気分で来たんや。え？友様は声似てる？そうな？ほんま。ほんま、ほんま。そんなも知らんぐらい。もっとアイテム投げるわ、貧乏人どもがあって。せいせや、もっと投げたらええねんで。な？ああ。あ、こそっとなんかあれやで。ああ。俺の方になんかバーってこう、な。そう、遊びにな。うん。投げるやつもあれ、ちょっと、出てきてな。あ、スルッと、匿名でいいから。な。な、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 カメラって。何やそれ。どっちならアカウント教えてくださいって。アカウントとお前、え？あ、分からへんのこれ。ああ、そうか。俺コラボと思ってたもん。勘違いして。え？あ、いいよ、晴れよ。コメント書け、今、俺の枠に。え？コメント書いたら、見に行けるから、お前の枠。いや、ってるから、俺。コメント書け。名前をコッペパンって名乗ってんだろ。確かに、お前書けとか、お前。やかましいんじゃん、お前。俺の気分では書くんじゃないよ、書けって、お前。え？黙るんか、お前。おい。おい。黙るんか、お前。ほら。しょうもない、お前。黙られたら喋るな、お前。物言うな、こら。おい。クソ動画、お前。減らるか、お前、みたいなもんに、お前。おい。あ？なあ。切れるタイミング分かれへん？そら分からんよ。お前、タイミングはもう人それぞれちゃうやろ？お前の切れるタイミングも分かれへん、俺。な？なコメントでポチポチしてる、お前。サヤとかやつ。まだおったんか、お前。うん。お前、ちょっと。ちょっとお前、あれしとこわ。おっしゃ。おっしゃし。え？売名させてあげるって言ってるの？お前らそうに言うな、お前、トモって。お前何様や、お前。え？もう配信やってんの？お前、トモとかやつ、お前。え？なあ、お前、フォロワー18で10やんけ、お前。おい。紛れ込んで、お前、どさくさに、お前、あれして、コメントすんな、アホ。この体育やつ見てな、これ。
本気で飽きたオツマジで、そういうな、素直なコメント大好き。そらお前飽きるって俺もう仮想やから、一部の人間が俺の枠楽しんでくれてるから、もうま数人や。もうこんなま500何人やもう夢や俺にとって。な、こういうコラボで俺はもう上がりに苦しくあれへんねん。な、唯一の贅沢や。俺もいるか欲しいって。欲しいとも投げたいんか、青山。協力プレイか。もう認めた方がいいと思うよ。何を認めんの？もう苦しいって。認めた方が、認めた方がよくやったよって言われるぞ。いや、苦しくないって、マジで。苦しかったら苦しいって言う。負けは負けって認めないと男じゃねえぞ。いや、もう負けってなんやねん。負けからスタートすんじゃないの？いや、負けからスタートでなんか勝負してたん？負けからスタートすんじゃないの？負けを認められない奴は強くなれねえぞ。いやいや、勝負してないのにその負けも認めるもクソもあれへんやんか。お前のちょっと話しお前は、俺に勉強しろって言ったよな。なあ。なあ、何？聞くぞ。俺は先輩にそんなこと言ったことねえぞ。言うよ、俺は。お前は言ったことなくても俺は言うって。な、先輩だろ、関係あるか。お前がやってんのは身の程知らずだぞ。知るかんな、もん。なあ。関係あるかんな、こっちがどうか。え？かっこ悪いぞ。まあ、そんな意見するやろ、お前。お前負けましたって。すいません。もしよかったら、僕頑張るんで、見に来てもらえますかって頭下げるところから始まるんじゃないの？お前、俺にな、なあ、遠回しにな。なあ、いつからお前偉くなったの？生まれた時から偉かったのか？何が？いや、お前それ俺に偉そうに言われてるから、そうやって言ってんやろ。なあ。なあ。悪いけど、ね、君が何年配信やってるのか知らん。聞いてる？どこの誰かも知らん。なんか。だけど、人様の枠に電話をかけて、トークの勉強しろっつうのは無理があるぞ。な。聞いてる聞いてないとかいう問題じゃないんだよ、それは。理解してないから。全部、ブーメランで帰ってきてんの。ブーメランでも関係あれへん、そんなもん。聞けへんから、俺は。聞かないから成長しないんじゃないのか？成長しちゃうんでいいよ。な。お前よりマシやから。そうやってやってると、な、うん、いつまで経っても、ずっとこうやってやってるから俺は、な、それでいいんじゃないの？でも、ね、いいよ、それでいいんじゃないの？ね、それでいいんや。見てる人に対してその態度を取るっていうのは、俺は人に好かれないと思うよ。別に喧嘩を売るのも構わないし、今日沖縄行く？テル、行く？お前興奮してたやろお前。ちょっと今日沖縄行く。いいよ沖縄行っても。行くテル、テルが誘うなら俺行くけど今日な、あの配信でな、閲覧欲しいとかアイテム欲しいとかいっぱいあると思うんだよ。ない？あの、いやいや、お前さ、そういうのはない。ちょっとなんかあったの？そういうのはない。閲覧欲しいとかアイテム欲しいっていう欲求はない。俺はあるけどね、俺はあるけどね。配信で1億稼ぎたいと思ってるし、もっともっとあるね。で、このタイムシフト録画さ、残しておくから、俺と、で、YouTube にもあげるよ。ありがとうございます。この録画を。で、たくさんの人が見ると思うよ。パンパンポン、ピンピンピンポンパン、ピンポンパンポンピンって。それでいいけど、ね。これでいいよ。君が、君がね、全然いいの。君のスタイルを貫いて。君今、スタイルって言ったけど、型のことを言ってんのよ。ね。わかる？で、君がやりたいのは我流でしょ？でも君がやってることは型なしなんだよ。みんな基本っていう型を、スタイルを手に入れてね。で、型破りなことをやろうとすんの。型を身につけてない男っていうのは、ね、型破りなことできないんだよ。君がやってるのは型なしっていうの。わかる？じゃあもう全然わからへん。ちょっと。全然わかんないだろうね。でもいつかわかる日が来るかもしれないからね。OK。何の型？君は今自分のスタイルだからって言ったでしょ。これが俺のスタイルだからって。お前もお前自分のスタイルだろ。もちろん俺のスタイルがある。でも基本はしっかり抑えてるから。型は持ってるから。で、型破りなことやんの。みんなそうなの。型は持ってるって、どういう型なの具体的に。配信者はみんな基礎を覚えてコメントさばいて、過疎から始まってんのよ。で、基本的な型を覚えて型破りなことをやってんの。君がやってんのは型なしなの。いやいや、型あるよ、普通に。全然ないから成り立ってないんだよ。ないよ、お前スカスカやんけ。スカスカどこが？スカスカやって、お前は、お前一人やったらできへんって、お前。そういう動きは。マジで。
一人やったらってどういうこと？俺一人でずっと配お前信やよっりてるさ、け俺自信持って、お前みたいなさ、自信もないようなさ、なんかふぬけみたいな顔してないわ、お前。ふぬけでもいいよ、全然。ふぬけでもいいよ。そでの平も、気なりの言っさ、とくけお前、ど、自ぶつけ分ろって言われのたくないわ、お前のやつ、負けそんなん。を認めないやつっていうのは、負けってお前いつの、まで経ってお前ものこ成と、長お前し知ないってぞ。る？あ？聞い配てる？信でさ、稼ぎたいって言ったじゃん。配信で閲覧欲しいって言ったじゃん。稼ぎたい、ちょっと流ねしてくれ、え、稼稼ぎぎたたいでい。しょ？そう。その時に名あ？前は何って言ったじゃん。ね、いや、500ララ人ラコッペに、パン、黄色い500ハ人ート。に、ね、自分の名前を知ってギャもンらう。包丁、ララコッペパン、黄色いハート。ギャン包丁、ララコッペパン、黄ねえ、色いハート。こ、うん、書コけ。メントに書けよって言ったじゃん。ああ、それ待って。カクカク、マジで？うぜやん。マジでブロックされる感じ、これ。楽しみ。ああ。マジで？どうしたどうした？腹話術？なんか喋ってる？お前大丈夫？なんかあれやな、こういうなんか、やっぱ凸上がった時の方がおもろいんやな、お前。ちょ、待てよ。疲れた。これでしょ？ギャンラララコッペパンっていうアカウントでしょ？これでしょ？うん、ギャンララコッペ、え、いや、ギャン包丁、ララコッペパン、黄色いハート。これね。うん、ギャン包丁な。で、で、俺、最後に聞きたいんだけど、で、一言で答えて。一言で、お前は、一クソ言や。でいい、一言で。パーティー、パーもうあと1ティー、分、1分しかないから一言だけね。あと一回 OK？ だ、一言で。ああ、マジで。俺に何を勉お強前しはろっクソて言っや。たの？まだパカー。まだパカー。お前、不倫にも答えらんないの？大丈夫か？え？いや、最後答えてよ、一言。あ、マジ、ほんな、なんかある？いや、なんかあなん、るじゃなくて、あるんじゃなくて、おない前の？がかぶせないたんんでしょ？だ、そうやから俺が自由に発言してんねや。どうぞどうぞ。じゃあどうぞ。最後1分あるんで、さようなフリーって、ら。フリーがあったの？お楽しみください、最後の1分。え、フリーがあったの？ちょ、それだけ聞かせて。別にフリー言わんでいいけど、あったの？実は。俺が邪魔してしまっただけで。え？この、ミュートの、あ、うまい、あ、うまいこと調節してる感じや。あー、マジか。あー、そういうことね。あー、聞こえてる、聞こえてるもん。別の端末で。え、感想疲れ。お、感想や、ほんまや。マジで？お前の枠で感想、コラボで。コラボじゃんわ、この、俺が凸上がって。マジで、誠に光栄です。ありがとうございます。ギャン包丁、ラコッペパン。まあ、これがわしのスタイルや。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前、バッドボタン押してんねん、もう。